はいこんにちはレクセンに講師の矢島です本日はですね基本知識のインプットと担当過去問チェックであの民法の方をねやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますあのテキストの方なんですけれどもあの講師レジュメね一ページの方をちょっと開けてみてくださいで今日やるテーマなんですけれどもまああの特にね改正民法あの今非常にこうね皆さん関心お持ちなんじゃないかと思うんですがまあその民法の中でもですね特にこう改正のところが大きかったまあ消滅事項この一行目のところですけどもね一ページの一番上のブロックで一行目のところですがまあこの消滅事項とも まあ、契約解除、それから売り主のね担保責任というところこここのところをちょっと中心にですねまあ基本知識の確認をしてからそれからですね担当の過去問の方をちょっをやっていきたいと思っていますでこの一つ目のね今の1ページ目の一番上のところのブロックのところに書いてあるんですけどまあ基本知識のところはあの私の2020年合格目標の矢島の促進プット講座のねえ私の民法のテキストの方から抜粋してますそれから担当過去問集の方はあは私は政策に関わってないんですけれどもレックの出版の方でねレッ出版の方で出している体系別のまあ過去問集ですね。 まああの平成30年のものまでは何か改正法対応のものをこう作ったということなんでその原稿の方ですねこちらの方にあにつけておりますのでねよろしくお願いします。 では、早速中身の方を入っていきましょうまずですね2ページのところですね、基本知識、まず消滅事項のところね、ざっと基本知識確認して、一回、過去も見てしまいましょう、まず消滅事項のところになります、まず縦1の意義のところです、ここは別に改正方法で直接関係ないんですけども、とても大事な知識なんでね、確認しておきましょう、まず消滅事項の概念ですけれども、これ、一定期間、経緯交渉をしないことで、権利を消滅させる、まあ、そういった制度になってますね、それから2つ目のブロック、縦1の2つ目のブロックですが、所有権いやそれと不可分な物件 請求権でまあ、具体例としては過去書きの中ですけども、えー、所有権に基づく、ね、返還請求権や妨害排除請求権などなんですけどもあのこういったものはあの消滅事項の対象外というふうにあの考えられてますただあの、えー、取得事項でね、まあ、所有権をこう取得する人がいると、まあ、その反面ですね、えー、その所有権を、ねまあ、失う人も当然出てくるわけなんですけれども、まあ、誰かがその、ね、ある物の取得事項を、ね、所有権取得事項をすると、まあ、そ,のその反射的効果として、まあ、その所有権を失われることはあるんだということはちょっと抑えて いいてくださいただ、それあくまでもね取得事故の反射的効果としてその所有権を失われるということなんで消滅事故の効果としてね直接、あの所有権が消えるわけではありませんので、まあ、そこのところはちょっとこうね気をつけてもらえればと思います。まあ、結構担当試験で この辺の知識のところが出てますねのの縦1の2つ目のブロックでねプレで -8 っていうのはまあ昔のプレ試験の8問目それから H18-21 とかね24-11とかこれは司法試験のこの、ね、番号になってます予備試験と司法試験の過去問であの結構共通しているものがね担当試験共通しているのがあるんですけど共通しているものに関してはの司法試験の番号を書いてありますでまあこのテキストはあの予備試験独自の問題のやつたまたま,まあ偶然このページにはないんですけど、まあ、予備試験独自の問題 国だ、で出ているものに関してはね、ね、えーまあえー、よっていう、ね、漢字をつけて、えー、この年度と番号を書いてありますね、まあ、そんな感じです。まあ、結構ね、担当試験でここ出てますのでね、気をつけておいてください。さてで、いよいよね、大きく今回の民法の、ね、再建法改正、まあ、2020年の4月1日から施行ですけどね、まあ、もう2020年度の5月から、もう早速改正法の方で試験、うん、されますが、えー、結構大きく変わったところが、この縦2のお時効期間のところになりますね、特にこの消滅事項のね、えー、ところ。取得事項の方はあの 法改正で今回変わってないんですけどね、まあ、消滅事故の方結構大きく変わってますのでここはあのしっかりと押さえておいてもらえればと思いますね。 では縦二の括弧一のところですけども債権の消滅事項でちょっとまず原則論をね確認しておきましょう縦二括弧一の一個目のブロックになりますで丸一のところですけども債権はねこの債権者が権利を行使することをできることを知った時からね権利行使できることをした時からまあ五年間行使しないとですね事項で消滅するんだということになりますでこれ知った時っていう形でその債権者のね要は主観に着目した観点からのまあ事項なのでこれ主観的算定なんていうふうに言うことがありますけど、まあ、こういったし したとき要は主観的3点から5年で、えー、その債権が消滅事項にかかるんだというところをね押さえておいてください、えー、で今度丸 ② の方ですけれども 債権、えー、は権利を行使することができるときからね、えー、10年間行使しないときはあ、時効によって消滅するとでこっちはの、債権者が知ったか知らないか関係なしにね、権利行使ができるとき、いや、客観的にま決まってくるんですけど、権利行使できるときからね、10年間で、えー、その債権が時効にかかってくるんですよということをあの規定してますね。まあ、そんな感じで、えー、このね、えー新、新民法の方、この時効も2種類あってね、この主観的規算点からの5年のものと、その客観的規算点からのまあ10年のものがあるんだあというところ、ここのところを押さえておいてください。 ちょっと、ね、中のところなんですけれども、ちっちゃい字で書いてあるところですが、法改正前はあのこの、ね、客観的算点から10年に相当する事項があったんですよ、で今回新たに、ね、この主観的算点から5年という事項、まあ、が加わったということになりますね、でこれ何で、なんで主観的算査点というのが、ねえー、加わったのかというと、まあ、あ例えば、商法の方だとこう特別な事、ね、項の,の規定で、まあ、5年間とか、あと民法の中でも,もう今回、法改正で全部廃止されてしまいましたけど、いろいろ細かいです、ねえー、その短期の特別な消滅事項があったんですけど、 それを突然、えー、廃止してしまうとねやっっぱちょっと世の中の混乱が起きるんだってことでそこを緩和するような観点からねこの主観的算点の5年っていうのをあの設けておりますね。まあ、ちなみに、商法の方で、あで特別な時効の規定がもうなくなってしまったので今後、こちらの民法の規定の方もねでが適用されていくということになってきます。というわけで今ね、ね覚えちゃってください、えー、主観的採点、まあ、知ったときからね権利行使することをできることを知ったときからまあ5年というのとね権利行使、こちら客観的算点ですけど権利行使できるときからまあ10年というところをあのしっかりと押さえていてください。 で今度2ページの下から2つ目のブロックのところですけれども、その主観的起算点でいうね、この債権者が権利行使できることを知ったときっての、ね、は、じゃあいつなのかっていう話なんですけれども、それが2行目のところですね、権利行使期待されてもやむをえないときのことをまあ言いますで、具体的にはじゃあどういうときかっていうと、そのまあ権利の発生原因とね、その債務者、まあ、そこを認識したんであればね、それは権利行使を期待してもいいんだろうということで、まあ、そこでここが知ったときってことになってね、そこからまあ5年間で、事項にかかっていくんだということになりますね。 さてで今度、最後のブロック縦2の一番下のブロックですがえ客観的算点でこちら、権利を行使することができるときということなんですけれどもえ2行目のところですね、権利行使につきまあ法律上の障害がなくなったとき抽象的に言うとねこの2行目のところえこの権利行使でできるときってのはいつなのかというとえ権利行使につき法律上の障害がなくなったときってことになってきますであとはまあケースバイケースでいろいろこの事例にねこの規範を当てはめてえそのねえ考えていくということなんですけどこの下の例えばってところですね 確定期限の定めがある債務とか不確定期限の定めがある債務っていうのはやっぱその期限が到来しないとね権利行使できないので、まあ、権利行使できるときっていうのは、まあ、期限到来しということになってきますね。それからその期限が定めない、ね、債務があるんですけど期限の定めがない債務これってあのいつでも権利行使できるんですよ。ですので、まあ、いつでも請求できる、ね、ものですのでこれは債権の成立時がこのね客観的観点である権利行使することができるときっていうこと でね、ここからまあ10年の時効にかかっていくんだっていうところを押さえていってください。 さて、で、今度3ページの方ですけれども、前のページまずね、頭に入れとかないとちょっと、こちら3ページの方混乱するんで、前のページのね、原則論、ま、要は、債権の消滅事項っていうのは、主観的3点から5年、そして客観的3点から10年ね、まずそこをしっかりと押さえておいてください。で、この3ページの方なんですけど、これその原則論のね、特則、まあ、例外規定みたいなものになります。で、3ページのとこですが、人の生命、身体の侵害による損害賠償請求権の消滅事項の特則っていうことになってきますね。で、中身のとこですけども、 1>, 1行目、まあ、人の生命身体の侵害による損害賠償請求権の消滅事項に関しては166条1項2号これあの先ほどの客観的起算点の10年の話なんですけどその10年が20年に延ばされるんですよねで。それは何でかっていうとこの補足するとっていう段落のとこですけども、まあ、損害賠償請求権にはね、まあ、債務不履行に基づくものと、まあ、不法行為に基づくものとがまあ,あるんですが、まあ、これらの中でも特にやっぱ人の生命身体の侵害に関するね、えー、損害賠償請求権っていうのは非常に擁護性が高いんだということでとりあえず とりあえず、ね、この166条1項2号で、えー、その客観的3点それをね原則10年なんだけどものを20年にまあ伸ばしてるっていうね、まあ、そんな感じの、えー、イメージになっていきますでちなみにこの下のところはねちょっとこの2個目のブロック以降のところと被るので2個目のブロック以降のところをちょっと先2個目のブロック以降のところちょっと理解をね、えー、することによって1個目のブロックの内容が理解しやすくなるので、まあ、ちょっと2個目のブロックに飛んでいきますね。 えー、不法行為に基づくこの、ね、損害賠償請求権の消滅事項の特則というブロックを見てください、えー、3ページの真ん中のブロックですねでこちらはです、ねえー、不法行為による損害賠償請求の、えー、損害賠償の請求権は次に掲げる場合には時効によって消滅するというふうにあの規定されています、まあ、1号も2号もともに消滅事項ということになっていますね、まあ、従来あの法改正前はね、えー、特にこの20年のほ号今の、ねえー、2号にあたるこの20年の方う女性機関権利の寿命事項ではなくてね、えー、その 助性期間だ、権利の寿命だみたいなことで解釈論があったんですけど、まあ、法改正のもとでは、まあ、これ消滅事項という形であの統一されてますね。でまあ、でその話はちょっと後で次のページで補足しますけどもとりあえず事項期間に着目してもらいますと不法行為に関してはま、ね、ず、まず1位で、まあ、損害及び加害者を知ったときから3年ということでこれ主観的起算点になりますね主観的起算点から3年、まあ、ただ、この損害と加害者両方を知ったとき逆にとその両方知るまでは、ね、主観的起算点が進まないという形になっていてその点であの被害 会社の保護をね。図っているというふうにまあ言われてますね。まあ、いずれにしろ、この主観的3点から3年でえル、ー、ニの方ですけども、えー、こちら客観的。3点はもともとあの20年になってるんですよね。なんで。 あの先ほどね上のブロックのところであのえ消滅事故ねえまあ本来だったら主観的3.5年で客観的3.10年でその客観的3.10のの年をねまあ人の生命、身体の損害賠償に関しては要望性が高いんだということで20年に延ばしているんですけど不法行為の場合ってもともと20年なんですよね。逆に言うとその上の1個目のブロックって債務不履行に基づく損害賠償請求権の,そのねえ事効を延ばすんだという形でまあ取り扱っていくことになってきます。ね不法行為の方に関しててはで年なってる ので逆に言うとその上の。 ところは一体何なのか、ああってことになってくると、まあ、債務不履行に基づく損害賠償請求権、まあ、それを、まあ、想定してるんだということになってきます。ただ、ここでね、あの、まあ、ちょっとこう、ピンときた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど。そうすると、主観的起算点ですね、不法行為の場合は三年、まあ、損害及び加害者を知った時ってことで。まあ、その起算点自体はね、えー、若干、こう、始まりにくいようには、な、まあ、なってるんですけど。ただ、まあ、時効期間っていう点で見たときは、あの、債権のね、消滅時効の主観的起算定の原則って五年ですよね、にも、にもかか,かわらず、不法行為。 の方が3年っって短くなっちゃう人の生命、身体に関してね不法行為で損害賠償請求権が出てきたときにそれ3年って短くなっちゃうからそれだとバランスが悪いということになりますそこで3ページの一番下のブロックになりますねこちらでですねあのそのそ客観的起算点はまあ20年のままなんですけど主観的規算点を3年から5年に伸ばしてるんですよね。ちょょっと見ていきましょう 最後のブロックです。人の生命身体を侵害する方向への損害賠償請求権の消滅事項の特則ですね。まあ、人の生命身体を害する不法行為による損害賠償請求権についてはね、まあ、特に被害者救済の必要性が高いんだということで、その上のね、<laughs> ブロックの特則として、まあ、主観的三点からあの方をね、この3年から5年にしてると、まあ、要はね、被害者及びその法廷代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないと時効にかかっていくんだということになってきますね。で、不法行為の時から20年というところは一緒になります。 でそうすると、ね、1個目のブロックのところでちょっとまあ長いからあの読むのはあの省略しますけど要はまとめると、えー、まず債権の消滅事項って前のページでやったとおり原則、ねその、主観的3点から5年客観的3点からまあ20年なんですよね。でその今3ページの方でやったとおり人の生命、身体の、ね、損害に関するまあ損害賠償請求権って予防性が高いから、まあ、時効期間を延ばしてあげるわけなんですよ。でそこで、 1>, 1個目のブロックはこれ167条なんですけど債務不履行に基づく損害賠償請求権をまあ念頭にですね人の生命身体の損害賠償に関してはえこちら客観的三点の原則10年のものを20年にあ伸ばしてますそしてえ今度2つ目のブロック不法行為の方はもともとね主観的三点から3年客観的三点から20年なんですけれどもまあ特にこう人の生命身体のねえ損害賠償っていうのは擁護性が高いのでえ3ページの一番最後の,お下の一番下のブロックですけどまあ主観的 主観的3点5年という形で、ね、主観的3点から5年という形に伸ばしてるんですよね。そうすると時効期間って全く実はです、ね、この人の生命・身体に関する損害賠償請求って時効期間のところだけ見ると全く同じになります。結局その主観的3点から5年債務履行だろうが不法行為だろうがその主観的3点から5年そして客観的3点から20年という形でね 同じになっていくんだっていうところね、まあ、そここのところを1つちょっ押さえておいてもらえるといいかなと思いますね。でここが分かっておくとまあなんか消滅事故に、ねえー、すごく自信がつくんじゃないか、まあ、全体的に核になるところですので、えー、今回の法改正で、ね、核になるところですので、まあ、結構自信持てるんじゃないかなとうう思いますね。 あとは4ページのところをですね、次のページいってください、4ページ、ここ若干ちょっと細かいんですけれども、えー、その724条1号の,その加害者を知ったときていうのがいつなのかっていうことなんですよね。でこれに関しては、えー、この2行目のところですけど、加害者、線引いてちょっと太字にしているところなんですけどね、えー、加害者に対する損害賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時、まあ、ちょっとき。えー 難しい表現かもしれませんけど簡単に言うとねえっ、ー、と4行目のところですけれども、えー、その住所と氏名を的確に知らずしかもね当時の状況においてこれに対する損害賠償請求権を行使することが事実上不可能な場合においてそういった状況がやんで,でかつね、ねこの住所と氏名を確認したとき、ねまあ、この時にその加害者を知ったときてことでここからの主観的起算点が始まっていくんだと主観的起算点からの消滅事項がかかっていく始まっていくんだよという話になってますね。まあ、逆に言うととこここまでのことを認識しなかったら主観的起算 産点についてのね消滅時効はいつまでたっても始まらないんだってことになってきますね。まあその場合の客観的産点のあの方だけがまあ使われていくと20年の方だけがね使われていくんだってことになってきます。 あとはこの下おまけのところですね、ここは本当におまけなんですけど、あの通常の,、ねそのえー、消滅事項、要はあのこの主観的惨典のところで、通常の債権は5年なんですが、債務履行じゃなくて、あの不法行為の三3年ということで、短くなってますよね、被害者救済のことを考えたら、3年じゃなくてもっと長くてもいいんじゃないかとうう思う人もいると思うんですよね、でそこであのここに書いておきました、えー、なんでこれ、えー、あすみません、それがあのすみません、ね、おまけの3つ目のブロックなんですけど、先にちょっとおまけの、ね、3つ目のブロックいっちゃいましょう。なんで不法行為の方が、まあ3年 なのか。 でいもともと、まあ、不法行為というのは、まあ、契約関係にある人の間でも、まあ、もちろん不法行為をやることもあると思うんだけどでもまあ例えば交通事故とか、ね、突然こう不,良不意の事故という形で、まあ、その契約関係に普段ないような人同士でまあ問題になるときがまあ,あるんですよね。そそううううういいいいいった時ににに、まあ、つこう、まあこのね、加害者とととしては請求されるるのかどうかが分かかどががらななな状状況況りますす、まあ、うう不安定な状況から早期に解放 まあでも一方でねある程度その加害者の方にもまあ配慮をしてまあそれで3年っていう形になってますねまあこういう考え方がいいのか悪いのかはねまあ人それぞれあ,のあると思うんですけどまあ現行の民法ではねまあこういう形でまあちょっとこう不法行為の方3年って形で短くなっているということになりますねまあその代わりその起算点自体がね損害及び加害者を知った時っていう形でまあなかなかその時効が始まりにくいような形にはなっているんですけどねまあ時効期間自体はその3年ってことでまあ通常の債務履行の損害賠償請求権 ちょっと短くなってるんだということになってますね。 あと、ちょっと1個上に戻りますけどもそのおまけ、真ん中のねえ2個目のブロックのところですけどもあの先ほどあのちょっとこうお話しした不法行為の,ねあのこの時効期間まああの3年と20年がまあノーマルなんですけど特にその20年のところは法改正前は除籍期間要は権利の寿命みたいなものでね消滅事項とは違って権利の寿命みたいなもので要はえその法改正前でいうとその時効の中断とか停止っていうのがなくてね法改正後は中断停止という言い方しないでえ時効のまあ 更新とか完成猶予という形で言うんですけど事故の,の更新というのは、ね、その更新自由があると事故がまあリセットされてまた1から、ね、0からスタートするようなもので完成猶予というのはその完成猶予になるような自由があると例えば6か月なり、ね、法がこう規定している期間、まあ、時効が完成しないというものになるんですけれどもその除籍期間の場合ってそういう、ね、時効の更新とかあのその完成猶予という制度がまあ適用されず要はまあ普通にこの例えば20年なら20年という形で権利の寿命 の期間が、ね、定められてればそこ過ぎたらもう確実にその権利がなくなるんだっていう話になってるんですよね。うん だけどまあそれっていうのは被害者救済の観点からちょっとおかしいんじゃないかやっぱりその時効の完成猶予とかね、えー、その更新っていう制度の適用をよ適用ねさせる方がいいんじゃないかっていう形で、えー、まあいろいろ議論されてたんですけれども学説の方からね除期間じゃなくて消滅時効なんじゃないかってことが言われてたんですけどまあ今回法改正でねその20年の方もその消滅時効なんだっていうことがまあ明らかになったということになりますねまあですからその時効のそのね更新とか完成猶予みたいなものがあるとまた例えば時効の更新があったらまた1から0から 事効が始まったりとかするような形になって被害者救済が図れるんだという形になってますね、まあ、ちょっとおまけみたいな感じですね、まあ、結論としてはもう条文にも今ね、あの不法行為の方で3年でも20年でももう事効によって消滅するって条文上書いてあるから、消滅事効であることには争いがないのでね、まあ、あのこういうところを別に必ずしも知ってなくてもまあいいんですけど、まあ、一応、そういう、ね、法改正前には議論があったんだということですね、まあ、特にあの改正前の民法を勉強されている方はね、ちょっとあのここのところ、こういうふうになっているっていうのが分かってると頭に入りやすいんじゃないかと思います。 さてで今度5ページの方行きましょう、えー、括弧に、えー、判決で確定した権利の消滅事項というところですけれども、えー、確定判決またはね、確定判決と同一の効力を有するもの、確定判決と同一の効力を有するものっていうのは、例えばあの裁判所の書記官が作るね、その和解調書、まあ、裁判所の和解なんかが成立するとね、まあ、和解調書、えー、作ったりとかね、あとはその請求の認諾とか法規があれば、やっぱりちょうど調書作りますけど、請求の法規認諾、あとはまあその支払い特措がか確定してね、仮執行宣言なんかついたりとかすると、まあ、確定判決と同一 同一の効力という形になりますけども、まあいずれにしろちょっと細かい話は置いといてね、その確定判決とか確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利、これはですね、まあ十年より自己期間短い自己期間の定めがあるものでもですね、自己期間はあ一列十年ってことになってきますね。まあ視感的三点で五年っていうところがこの全部もう十年一律ね、その確定した権利権利確定してからまあ十年の消滅自己にかかっていくるんだってことになってきます。 でこの下ちょっと飛ばして今度ですねで今まであの債権の消滅事項の話したんですけど債権以外の財産権の消滅事項の規定もありますので、まあ、一応ちょっとこう忘れないようにねこういう規定もあるんだってことを、えー、頭に残しておいてもらえればと思いますねでここはあの法改正前からあ,のありましたので、まあ、特にこう法改正によって変わったとわけではないんですけどね一応こういう規定ありますので、えー、債権または債権以外の財産権でよくまあ典型的な例としては地上権とかまあ地役権なんかが挙げられますけども、えー、こういう、ねえー、債権または債権以外の財産権は権を 行使することができるときから20年間こちらの20年間なんでね、えー、まあ20年間行使しないときは事故によって消滅するんだという形になってますねまあ、そんな感じで以上がですねまあ、消滅事故に関するまあ基本的な知識ということになってきますじゃあここで1回ですねあのこの後まあ基本知識がね契約解除とか売り主の担保責任に続いていくんですけど1回ここでちょっと消滅事故に関する過去問のところをですね確認していきたいと思ってますレジ、えー、私のこの レジュメで言いますと25ページの後ろですね25ページの後ろを開けてください、ちょっと、ね、頑張ってついてきてください、こちらですね、まあ、レックの担当過去問集の方からちょっと抜粋しております、まあ、69問で書いてありますね、まあ、消滅事項の暇き算点というところになります。でちょょっとここ見ていきましょう 消滅事項に関する1から5までの各記述のうち誤っているものはどれかということになってますね。で縦1のところですけどもまずあの確定期限あのさっきねあの確定期限のある再現とか不確定期限のある再現ねいつから事項が進行するんだって話ちょっとしてますけど確定期限の定めがある再現の消滅事項は期限が 到来した時から進行するとでこれはさっき客観的3点、ね、の話で具体例出しましたけどね確定期限の定めがある債権っていうのは、まあ、期限到来すれば権利行使できるようになりますから、まあ、ここから客観的3点始まりますよねですのでここから処分事項を進行しますのでこれ正しいってことになりますね。ちちなみに解説の方は、ねまあ、い,ろいろもうちょっとなんか詳しい ことが書いててあってこの1番目のねこの足の解説の書きぶりからするとこれ客観的3点のことを聞いてる書きぶりなんですけど、まあ、この解説の方ね丁寧に、まあ、客観的3点のお話にプラスして直、まあ、書きで下からこの解説のね1番目の足の解説の下から3行目23行目ぐらいのところですけど、まあ、主観的3点ね権利行使できることをした時から5年の時効にもかかりますよみたいな感じで、まあ、丁寧に書いてありますんでね、まあ、参考にしてもらえればと思います。とりあえずあこの足の足位置を正解する にあたってはね。この客観的起算点のところが分かってればオッケーですね。で、今度縦にですね不確定期限の定めのある債権の消滅事項はでここをうまくね。あのちゃんと読んでいかないといけないですけど、債務者が期限の到来を知った時でこれ知ったってなるから、この足のには主観的起算点の方を聞いてますね。客観的算点の方じゃなくてね。で、あの私のテキストさっき消滅事項の。 えところで確認しましたけど不確定期限と確定期限ってあの客観的規算点はまあ一緒なんですよ、あの2ページのところでの、一番下のところでやってますけどね、えー、2ページの私のテキストの2ページの、えー、一番下の例えばってところですけど、まあ、確定期限だろうが不確定期限だろうが、権利行使できるのはやっぱ期限到来時なんで、まあ、そこはまあ一緒なんですが、えー、またすみません、この69ページ戻りましてね。 69ページ戻って縦にこれ債務者が期限の到来したときなんでこちら主観的起算点の話をまあ聞いてますでそうすると不確定期限の定めがある債権なんですけれども不確定期限ってやっぱそのいつね期限が到来するかっていうのがまあ分かんないところがね債務者の方からしたら分かんないこと,ところがあるのでやっぱそのねえこの消滅事項 いいつかからら始ままるるのととっっったた期限到来知った時ってことになってくるんだと思いますね客観的算点の方はね、えー、その期限到来時ってことで客観的に決まっていくんですけど主観的算点の方はまあその知った時ってことでね、えー、債務者が期限の到来を知った時から進行するっていうことで、まあ、これ正しい足になってくるということになりますね。というわけで今後はあの改正前はあの、まあ、消滅事項っていうとその主観的算点の話がなくてね客観的算点の話がまあ基本的にはまあ中心だったんですけれども、まあ、今度からはこうね、えー この足の方を見て、えー、これ客観的三点の話聞いてるのかなとか主観的三点の話聞いてるのかなっていうところをね、まあ、見極めてまあいかないとまあいけないのかなというふうに思いますね不法行為に関してはもともとね損害予備加害者を知った時から3年って形でまあ主観的三点あったんですけど、まあ、でも改正前はねそのお一般的なその方向以外の一般の債権に関しては客観的三点権利行使することができる時から、まあ、10年っていうのしかなかったんですけどね法改正後はこの主観的三点で知った時から5年っていうのも加わってくるので、まあ、そこのちょところをねちゃんと頭に、えー 入れて私のさっきのテキストの丸ついてるところをちゃんと頭に入れてあとはそのおね、えー、担当の過去問、うん、まあ問題文を見てね、えー、その事例に即してまあこれ客観的算定にかかってるかなとか主観的算定にかかってるかなって形でまあ具体的にこ判断をねまあしていくような感じになってくると思いますねさてで今度ですね、えー、69問目の三問三番目の話行きましょう、えー、債務不履行による損害賠償請求権の消滅事項は本来の債務の履行 を請求することとができるるからまあ進行するんだとでこれはあの知ったときって書いてないから、まあ、主観的起算点じゃなくてあの客観的起算点のことが聞かれてるなってまずそうやって判断するんですよね、新法のもとではね。で、えー、債務不履行の損害賠償請求権で、これ、いつから、えー、その権利行使できるのかっていうとね、これはちょっと解説見ちゃった方が早いと思うので、えー、次のページの3番目の足の解説の、特にか下から2行目ですね。あの債務不履行の に基づく損害賠償請求権って実はこれ本来の,この債務ね本来のその履行請求権と実質的にはあの同一のものだ という,ふうに言われてるんですよねここのところ、ね、単にその形を変えてその本来の、ね、履行請求権が損害賠償請求権に形を変えただけで、まあ、実質的には同一なんだということでこれ、同一性というところをちょっと、ね、なんか印つけておいてもらえるといいかなと思うんですけど、ね、解説ののところのあ3番目の、ね、解説の下から2行目、この同一性、ね、なんで時効,期間時効を考えるときもあの元の、ね、債務を基準に考えていくことになるんです。 でですので3番目の問題文の方戻りますとね債務履行によるこの損害賠償請求権の消滅事項は本来の債務の履行を請求することができるときから進行するで、これ、正しいということになるんですよね、まあ、同一性維持しているので、損害賠償請求権であっても結局元の、ね、債務と同じだということになるので、まあ、本来の債務の履行を請求することができるときから、まあ、事項を進行すると、でこれ知ったときって書いてないから、これ、客観的算点の話してますね、まあ、客観的算点の話をしております。 そして今度4番目、ですね、カップ払い債務について債務者がカップ金の支払いを起こったときは債権者は請求により直ちに債務全額を、ね、弁済すべき漏れの役場がある場合には債務者がカップ金の支払いを起こったときから債務全額についての消滅事項が進,化進行するというようになっています。ここは問題の所在は要はあの、まあ、カップ払い債務って要は分割払いのまあ債務ですね。毎月、例えばこう、ね、5万円ずつまあ弁済するみたいな、ね、カップ払い。 の債務については、まあ、よくねあの期限の利益創出約款で1回でもその支払いを怠るとね直ちに全額払わなければいけないって通常訳上ついてるんですよねでそういった時にこの1回でもまあ支払いを怠った時にじゃあその残りの債務全額について一気にね時効にかかっちゃうんだ消滅事項が進行するんだってことになっちゃうと債権者に不利になるんですよねでこういった場面で誰が悪いのかっていったらやっぱり約束通りお金払わなかった債務者が悪いとでにもかかわらず債権者に不利にしてしまったら非常にまあ不幸なま 公平なな結果になってしまいまいすよねですので、まあ、ここのところはまあ解釈上、ですね、えー、この全額について直ちに時効がね進行するわけではなくて、これ、4番目の解説見てください。これはね、太字のところだけ見ていくとまあいいかなと思うんですけど、えー、次のページの4番目の解説のところですけど、この太字のところですね、まあ、1回の不履行があっても、えー、各カップ、 金額につきね、薬場弁済期の到来ごとに順次消滅事項が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の一生児をした場合に限ってね、その時から全額について消滅事項が進行すると、まあ、逆に言ったう,、えー、うこういう一生児を債権者が特にしなければね、まあ、一個一個、そのカップ払いの、まあ、期限が一個一個ね、カップ金の定めがありますけど、えー、その一個一個ですね、事項に、まあ、消滅事項にかかっていくんだという形になってますね。こ、ま、こ、あ、ここはの理論的な話でどううううののといいよりもその再建者保護っていうところから からね。こういう扱いを増しているんだということになりますね。まあ、民法の世界なんかねまあ、民法に限らず民事系の。 民事系とか、あとまあ行政法とか憲法でもそうなんですけど、基本はそのある結論を、ね、導くときに、やっぱりその当事者間の利益考慮をうまくね、その当事者間の利益を適切に調整するっていう観点からうまい具合にあの結論を出そうと、まあ、するんですけど、まあ、今回のこのカップ金に関してもね、まあ、本来だったら、えー、期限の利益の喪失約款があれば、一、まあ、回でも支払いを怠ればね、えー、その全額について、直ちにこう弁済義務が生ずるので、そうするとね、理論を貫けば、それが要は、あそのカップ金一回でも怠ったときにですね、支払いを怠ったときに、もう全額について権利行使できるときに当たる とことでそこから客観的惨点始まるんだと考えてもいいんですけど、まあ、ここはね調整をその両当事者の調整をするっていう観点から債権、まあ、者が特にこう全額の支払いを求めるうような一所持したときはまあ別ですけどそうじゃなきゃカップ金1個1個について、ね、消滅事項が進行するんだっていう形で、まあ、このところは公平を図るっていう観点から、まあ、そのちょっと理論面のところを修正してるっていうようなイメージですね、まあ、よくね民法とか、まあ、そういう民事系とか憲法行政法でもまあ使うような思考方法でありますねさてで今度次ですけれども えー、5番目の足を見てみましょう、えー、問題の方ですね5番目の問題文を見ていきます、えー、留置権者が、えー、留置物の占有を継続している間であってもね えー、その非担保債権についての消滅事項は進行するんだとでこれ解説に、ね、あのちょっと余計ないろいろ情報があるんですけど、まあ、この足の5番目を解こうとするんだったらちょっと、ね、あとのので皆さん6歩で300条引いておいてほしいんですけど300条に答えが載ってますね、えー、留置権の行使は債権の消滅事項の進行を妨げないという条文がありますので、まあ、300条が、ねえー、分かっていれば、えー、この5番目の足は丸だ っていうことになりますでこの解説の方はねこれにプラスして今回の問題を解くのに、まあ、直接必要はないんですけど、まあ、プラスの知識であの訴訟上留置権の公弁が行使された場合は判例はね、まあ、一応こう権利の行使の意思が、まあ、出てるんだっていうことで、えー、そのね催告の効果あですね、まあ、6ヶ月間あの時効の完成が今猶予されるっていうあの効果が150条の1項で 認められてるんですけど、まあ、これが訴訟上行使されると、ね、この時効の完成猶予という形で6ヶ月間時効完成猶予されるということになってきますね。まあ、そういうい判例が 法改正前のものですけどね、再建法改正前のものですけど、まあ、こういった趣旨のまあ判例があります。ただ、この足の5番目をの、えー、足の5をね、えー、正解するにあたっては、ここまでの知識はいらずね、えー、この300条の知識があればいいんだということになってきますね。あと一つ、皆さんにお願いなんですけど、あのまあ、民法でも何でもね、あのこの法律の科目を得意にしたければ、やっぱりこう、基本のね、インプットをする段階、まあ、基本、インプット用のテキスト、皆さん、お持ちだと思うんですけど、そこに出てくるあの条文をね、皆さんのおつ各自、自分が普段 使っている六ッにこう印を。 つけていきますそれからこうやって担当の過去問なんか解いた時にこう解説に出てくる条文をですねそれもあの自分の6本にこう印をつけておくんですよねでたまに折を見てね、まあ、余裕がある時にその印のつけたね、えー、ところだけ6本を読み返すんですよそうするとその試験ととの関係ででで大事な条文を効率よよく、ね、あの復習すするることができるんですよね、まあ、試験はもう担当試験でも論文試験でもやっぱりね最後はやっぱ条文がまあすごく大事ですね、えー、ですのでまあ日頃からねインプットする段階でもあと担当の過去問を解く段階でも あ,とはまあいつかね論文の問題を解く段階でもまあその使った条文に関してはちゃんと各自の六法六法は何でも構いませんあの試験用の6法ってちょっとねあの少し若干使いづらいと思うのね。あの試験用法に慣れててなくてもあの まあ条文に慣れてれてば、えー、例えばまあ不動産物件変動だったらね民法の177条にあるんだってことが分かってれば別にあの試験六法じゃなくてもどんな六法でも本番の試験困んないんですよね要は試験六法にならあの慣れるっていうよりは条文自体になれるっていう形でやっておいてもらった方が試験に安定して受かりやすいと思うので、まあ、私は六法は何でもいいと思ってます。まあ、自分が受受験生生ののの時は例、ね、例六六法法であと私講講座の受講生にもあの判例六法を してるんですけどあの3,000円ぐらいのね一、まあ、冊でこうまとまってる判例六本をおすすめしてるんですけど、まあ、あれにですねこうチェックをしてですね条文チェックして、まあ、たまにこう読み返すとねすごく効率よく大事な条文を復習することができますのでね、まあ、そんな感じでやっていてください。というわけでこれ300条ねあの後で皆さん六本の方にチェックをしておいて、まあ、たまにこうねチェックした条文読み返してもらえればっていうふうに思いますね。 さて、えー、ではですね消滅事項終わりまして今度、えー、またちょっとレジュメ本体の方に、えー、遡って戻っていきます。えー、今度はですね契約解除の話しましょう、えー、6ページですね、えー、6ページのところ基本知識の確認ですね、えー、契約解除ですね6ページのところをきましょう6ページのところになりますではですね縦1位のところですけども契約解除の意義というところですね、えー 契約の解除とはね、既にその提携した契約について、解除自由に基づきね、発生した解除権を有する一方当事者がね、まあ、相手方に対してまあ一方的な必勝辞をすることによって契約の効力を証明させて、えー、現状に回復することね。まあ、そんなのはの契約解除というふうに言います。でこれは単独行為ですので、まあ、解除自由があればね、一方的な必勝辞、相手の承諾なしにね、一方的な必勝辞によってまあ契約を解消することがね、解除によって解消することがまあできるんだということになってますね。で、この解除の機能ですけども、 をこの1個目の部今のね。ブロックの4行目ですが、まあ、契約解除っていうのは契約の拘束力を証明させて、事故の負担している債務をねえ、免れられることができるまあ、そういった機能があるんですよっていうところになってきます。さてで、今度7ページのところ行きましょう。縦2のところですね債務不履行を理由とするま、契約解除の意義というところになります。 でまず1個目のブロックですけれども、債務履行を理由とする契約解除、で新法の下では契約解除を大きく、あの後でまあ順番に見ていくからね、あのいいんですけど、541条の債国解除と、542条の無債国解除に大きく分かれてるんですよ、新法の方うね、うまくこう解除のこう制度が整理されております。というわけで、債務履行を理由とする契約解除、まあ、541条の債国解除と、542条の、ね、無債国解除なんですけれども、それは債務者、 に債務不履行された債権者を契約に基づく事、ね、故、えー、の債務から解放することをまあ目的としたまあ制度なんだということになります。でこの債権者を契約から解放するというところがこれ、えー、新法のもとではすごくまあ強調されましてその結果です、ね、3行目です、えー、債務不履行につき債務者の帰席自由がなくても、ねえー、次のページから学習する解除自由さえあれば契約解除できるようにあのなっているんですよね。ここの下の中の下中ところに行ってください、えー まあ法改正前は、ある意味この債務不履行解除というのは債務不履行をやった債務者に対するある意味制裁、サンクションみたいなものでえそういった趣旨からすればねえもちろんあの契約から債権者を解放するというところもあるんですけどこういう制裁的なまあものもありますのでまあこういうね制裁が妥当するにやっぱり債務者の帰跡自由がその解除の要件として必要だろうと言われていたんですがまあその改正法の下では債権者を解放するえむしろそのね債務履行があって迷惑している債権者を縛りつけておいてどうするか。 んだと、その解除をねする要件を厳しくする必要がないだろうということで、そこでその債務者のね。奇跡性っていうのを要求しないようにあのなってますね。ここは結構ね。今回の債権法改正で大きく変わったところのま1つでもありますね。ケア会場に関してはね、債務者の奇跡10がいらなくなった。というところになってきます。 さてで今度3つ目のブロックのところですけども、えー、こちらはですね、ちょっとまあ話の視点があの変わるんですけど、債権者、債務者じゃなくてね、債権者に、まあ、奇跡自由があるときに契約解除を認めちゃうとね、それって不公平だってことになっちゃうので、債権者にですね、その債務履行に関して債権者に奇跡自由があるときは契約解除ができないんですよっていうあの条文があのできてます。えー、それがここ、えー、この、ね1個目えー、このの段落目の最後のととろろでですね、まあ、であるとこですねけど、えー この7ページの、ね、3つ目のブロックの今のところの,その3行目、えー、見出しのところの下の、ね、本文のところの3行目ですけど債権者は債務者の債務履行を理由に契約の解除をすることができないということで、ね、543ということで条に、ね、こういう規定がまあ,あります。 でこの次の段落のところはちょっと、ね、あの危険負担の勉強をまだしていない方は難しいと思うので、まあ、分かんない人はまあ聞き流しておいてもらえればと思うんですけど、まあ危険負担ね、改正法の危険負担の勉強をされている方の復習のためにちょっとご紹介していきましょうこれは前景のですいません、今回、ね、これ私のテキスト矢島の促進プットのテキストから抜粋してきて危険負担の説明を実は先にしているんですよで、まあ、今回ちょっとここには抜粋していないので、まあ、前景て言いつつ、まあ、このレジュメには載っていないんですけど、まあ、その前景の債権者の軌跡自由 により債務者の債務が履行不能となった場合は、まあ公平の観点からね、えー、その危険を債権者が負担し、債権者は反対給付の履行を拒むことができない旨規定する536条2項とまあ同じ趣旨のまあ規定だと。要はまあその債務履行まあ履行不能が債権者のね帰責自由によるものであるときに、まあ公平の、えー、観点からですね、まずこの543条で契約解除ができないというようにあの新法を扱ってます。と同時にまあ今日はあのやらないんですけど、危険負担の問題として債権者はね、えー、その反対債務の こう求められた時にそ,の、ねえー、それを拒めないっていう形でね、えー うまくその公平を図るような規定になっているんですよね。まあ、そういうところが、この、これはっていう段落のところに書かれています。まあ、一応、これ、事例処理のね、ええー、論文試験の時の事例処理の。まあ、仕方の、まあ、一つの考え方というか、その一つのね、回答の方向性を示しているものなんですけど。まあ、あそのね、ある債務が、まあ、履行不能になりました。えー、で、それは同時に債務履行になります。で、それに関して、その債権者に奇跡事由がある時、じゃ、その事例処理において。どういう法律効果が発生するんですかって言ったら、大きく二つの、まあ、法律効果が、ね。 発生するんだということを,ここを書いてるんですよ。で、結論としてはこの 下から二行目と最後の行のところなんですけど、債権者の方は契約解除ができないということでね、五百四十三条によって債権者は契約解除することができないという方向が生ずるし、えー、反対給付の履行をね求められたときにそれを拒絶することができないんだというような形で、えー、この五百三十六条にこ本部っていう効果がまあ出てくるんだってことになってきますね。まあ今日はちょっと危険負担のところをメインであのやるわけではありませんのでね、ちょっとこれぐらいにあのしておきますけれども、まあ一応こう履行付の債務履行が債権者の帰自由によるような時のまあ法律効果としてはこの二つのもの。 まあ出てくるんだってことですね。さてで最後のブロックですけども債務不履行解除まあちょっと本題また本筋の方に話戻していきますと債務不履行によるね契約解除って大きく二つのものがありまして五百四十一条の債権解除それから五百四十二条の無債権解除まあ大きく新法の方はこの二つにあの整理されておりますね。そこでちょっと次のページから順番に見ていきましょう。八ページのところになります。まず債権解除の要件のところを確認していきましょう。 でまあ契約解除のねちょっと要件確認したらこの後、えー、また担当の過去問で契約解除のおちょっと過去問つけてるんでねそこをやっていきますねさてでは縦3の括弧1 ののところでですすけども、えーまあ、1個目のブロックですね、えー、債務者が債務の本旨に従った債務の履行をしない場合でこれは括弧書きのところに書いておきましたけど要は債務不履行の事実が存在する場合ですね要は例えばなんか履行期のまあ定めがあるような債務であれば、まあ、履行期になっても、ね、債務履行しないっていうのがまあ債務不履行の事実になりますけど、まあ、そういった、えー、債務履行の、ね、事実が存在する場合においては、えー、債権者は相当期間を定めてその履行を再告してですねでその期間内 に履行がないときは契約の解除ができます。これ五百四十一条の本文ですね。これが債権解除の要件になります。というわけで、債務不履行の事実があってね、でその相当期間定めて履行の催告をします。で期間内にま履行がないときはですね、その時に五百四十一条の本文に基づいてま契約解除がまできるんだということになります。でこのただしってとこですけども三行目の終わりから四行目にかけてただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会常に照らしてね契 であるときはまあ契約解除ができないんだってことで、あの債務履行の程度が軽微の場合は五百四十一条直し書きによってですね契約解除ができないんだっていうことになってるんですよね。 でこのあと、そしてってとこですけども、えー、解除は、うんそのねえー、相手方に対するまあ一方的な一生児、ね、解除権を持っている人が、まあ、相手方に対するその一方的な一生児によってすることになってますので、540条の1項ですけどね、まあ、以上を合わせると、じゃあ、この再告、えー、解除の実態法上の要件はなんなのかというとね、以上をま,あまとめると、この太字のところになりますね、下から3行目から2行目ぐらいのところですけども、えー、その再告解除の実態法上の要件は、まず丸一債務不履行の存在、ね、履行金になって、例えば その債務が履行されていないとかね、えーまあ、履行期の経過みたいなものですね、そして、1、それから、2、催告ですね、そして、3、相当期間の経過、それから、4、債務履行が、まあ、警備ではないこと、で今度 ⑤、ね、5、ケア解除の必要事、これがちょっとあの市長立証責任のことを考えないで、ちょっとこう単純化したその理解を、ね、しようとした時のその実態法上の要件が、まあ、この1から、5のものになりますよということになりますね。 でこの下、実態上の要件、またあの上の、ね、丸1から丸5をまとめてるんですけど、この中のところに、ちょっと要件事実的な話が書いてあります。えー、なお、市長立証責任を考慮した場合、丸4の警備制は、541条の1個ののだし書きの方にもありますのでね、えーまあ、大体あの要件事実で市長立証責任のことを考えるときは、本文と正し書き、本文とねだし書きで分かれてるようなあの条文。 に関しては本文の方のまず要件をねそのある法律効果をまあ求めたい人はその本文の方の要件を全部自分が主張・立証するとでその法律効果を障害したい人はその正し書きのね方に期待されているまあ要件を主張・立証するというようなうところがねまあ一般的なその基本知識になるんですけどこの正し書きの方にねこの警備制の要件が書かれてますのでとりあえず541条のねこの本文。 ね、541条の本文の,方の要件、こちらの方まを満たした段階で契約解除の効力が発生されそうになるのでそこで541条の正し書きの警備性ですね、ここのところをやっていくんだということになっていきますね。 まというわけでこうちょっと読んでいきましょうな、お視聴率責任をね考慮した場合、丸4の警備制は、541条正し書きの規定により、契約解除の効力を否定する側の当事者が、債務の不履行がその契約および取引所の社会通念に照らして、警備であることを視聴率,率責任の話を置いておくと、上の丸1から丸5これがえその催告解除の実態法上のまあ要件になるんだというところですね、ここのところをちょっと押さえておいてください。 さてで今度9ページの方いきますね。 えー、警備性の話になりますで矢印のとこですけども催告、えー、による契約解除の効力発生の、まあ、障害自由となる債務履行の程度の、まあ、警備性はですね、えー、契約及び取引所の社会常に照らして、まあ、判断しなければならずね、えー、その際、えー、債務履行の程度催告、えー、と相当期間の経過の程度を重要な考慮要素としてね、えー、債務者が契約を維持する、ね、利益と、えー、債権者が契約から解放される利益と、まあ、比較考慮をしまして、えー、で契約を維持する利益が 高いと言える時はね、まあ、債務履行の警備性が肯定されて解除できないんだということになってきます、まあ、一応この警備性の考慮要素としてはねこの2行目から3行目に挙げて戦意、まあ、であるところですけど、まあ、債務履行の程度それから催告とその相当期間の経過の程度この辺のところがまあ大きなまあ考慮要素になってくるということになりますね。 例えば支払う義務が負ってる人がそのうち100万円のうち99万9999 99円は払ったとで、まあ、たまたまなんか1円足んなかった何かの手違いで、まあ、1円足んなかったっていう時にじゃあその1円足んなかったことで、まあ、簡単にこう解除されるってことになっちゃったね契約ってやっぱもともと拘束力があるのが、まあ、原則でねそう簡単に解除を認めるべきではない、まあ、そういう趣旨でその契約解除に関してねこの警備性がある時は解除できないっていう要件がね過重な されてるわけなので,、ね、でそういう趣旨に考えるとねその1円100万円のうち1万円足んないというようななった時にですねそこのところはまあなかなかこうね、えー 解除,をこう肯定解除のね効力を認めないような方向で要は警備性をね基礎づけるようなまあ事情にまあ大きくね働いていくようなことになってきますね。そういう時にまあ相当期間定めて再告するわけなんですけどたった1円足んないっていうことぐらいであればまあ相当期間の経過のところもある程度経っていかないとね相当期間経過してからさらにある程度経っていかないとまあ解除はできないんだあって形になってくるのかと思いますね。 あとはでも例えばまあ同じ1円でもね売買代金が10円、まあ、あんまり今今時そんな売買ってないかもしれませんけど10円のうち1円足んないということになるとそれはもともと債務履行自体が結構大きなものになってきますよね10分の1以をお金が足らないわけですから、まあ、結構大きなものになってくると思うんですけど、まあ、その場合はまあちょっと警備性が逆に今度、ね、あの認められにくい方向になって解除しやすい方向になってくるんだと思うんですけど、まあ、そういう形でまあケースバイケースで、ね、ここのところの警備性はまあ判断していくんだということになってきますね。 最後は補足するとこのカッコ2の一個目のブロック一、まあ、個しかブロックないんですけどこの二段落目の補足するとっていう段落ですが契約には拘束力があることを念頭に判例はですね契約を締結したしたる目的の達成に必須の付随義務の不履行があるときは契約解除を認めているんですが契約 のねこの目的達成に必須でない附随義務の不履行があったに過ぎないようなときはもとあの法改正前ねあ、えー、の判例なんですけど解除を認めていなかったんですよでこういったそのね今言ったその改正法のこの警備性の要件というのはこうした判例が具体化されたものだっていう,ふうにあの言われてるんですよねまあそんな感じで実はまあ今回ね五百四十一条で法改正前にはないねこの正しい書きで警備性があるときはね債務履行が警備なときは解除できない ということが付け加えられてるんですけど実はもともと条文がないだけで法改正前から実はこういう考え方っていうのがあったんですよね契約達成に必須ではない付随義務の不履行があったりすぎないような時は解除を認めない傾向にあったんですけどねそういうところがこの具体化されたというふうに言われてますねこういう判例法改正前の判例もねこの541条の正し書きを解釈するにあたってはですね適用するにあたっては参考になるのかなというふうに思いますね。 まあ、というわけでね契約達成に必須ではない不遂義務の、ね、不履行があったに過ぎない時はなかなか解除はさできないんだよということをねちょっとイメージ持っとくといいんじゃないかというふうに思いますねさてで今度カッコさんの相当期間の経過のところですけども、えー、期限のね定めのない今債務については期限の定めのない 債務っていうのはいつでもあの債権者って請求できるんですよ。で、請求されて履行しないと履行地帯になるとね。で、その履行地帯になるとね。請求されるでしょうで、履行地帯になるでしょうで。そうすると、あの前のページの催国解除の要件の債務不履行の事実があったことになるんですよ。で、そうするとさらにあの次のね。催告相当期間定めた催国とか、他の要件を満たさないと催国解除。まあできないわけなんですけど、まあ判例がありまして。その期限の定めのがない。さえ債務。 理工地帯にするための再刻とあと、ケア解除のための再、ね、刻そ,それ、1つの再刻でできますよというのが判例であるので、まあ、それを、ね、ただ押さえておいてもらえればというふうに思いますね、まあ、これもまあ担当試験であの今後よく出てくるんじゃないかと思いますのでね、法改正前のところから変わってないんですけど。 こちら、ねえー、期限の定めのない債務に関しては、ま,あ、そのまず履行自体、要は債務履行にするための債,国と、ねえー、それで債務履行になった後に、じゃ債務解除をするために必要な債務ですね、相当期間定めた債務、これは一緒にできるんだということは押さえていてください。 あとはこのカッコさんの二つ目のブロックのところですけども、最高期間を定めない債権ですとか、不相当な期間をね定めた債権をした場合、でこういう場面で誰が悪いのかっていうとね、これはあのこのまあ適切な債権をしてない債権者もうそれはもう多少悪いところはあるかもしれないんですけど、でも一番悪いのはね債務を約束通りに履行しない債務者なんですよね。でそういう時にそのちょっとこうねえ最高期間定めてないとか、あるいはちょっとこう定めたけどね相当な期間行っちゃったっていうようなに過ぎないようなね債権 そっちのほうにやっぱ不利益を負わせるべきではないんですよ、利益考慮上ね。なので、もう一回この中身見ていきますと、最庫期,、ね、期間を定めないね、再庫期間を定めない再国ですとか、不相当な期間を定めた再庫をした場合でもね、再庫後、まあ、客観的にね、まあ、相当な期間が経過すれば、ちゃんと契約解除権が発生するんですよっていう形で、まあ、利益調整をね、していくわけなんですよね、まあ、そんな感じの判例がありますね。 まあ利益調整という観点はこの下のメモというところに書いてありますからね、まあ、一応読んでいきましょうかメモというところですが債権者が債務不履行中に債務者に催告をしたけどね、催告期間が不相当であることから生ずる不利益をですね債権者と債務履行した債務者との利益交流上ね、やっぱその債権者に負わせるべきではないというね、そういう価値判断が働くわけですね。というわけで、まあ、そういう価値判断からこういった判例が出てくるんだと、まあ、こういった判例の、ね、考え方は妥当だというふうに考えられるわけですね。 さてで最後のブロックですけども、えー、これ後で、ね、あので担当の過去問に出てきますあの29年の、ねえー、24問目後でやるんですけど飼、えー、い主の履行地帯による債務履行を理由に、ね、売り主が契約解除権を取得したとしてもつまりまあ前のページの、ね、最高解除のまあ要件を満たすとただしあの解除の一生時はまだしてません、えー、解除の一生時以外の、ね、要件を満たしてまあ解除権発生しているような状態で解除権取得したとしても、えー、その解除権とね最,後最終的に解除の一生時を すする前ですね介助権行使する前にその飼い主がいわ債務者が債務を履行した時は、まあ、もはやねその売り主いわ債権者は契約解除を行使することができないんだっていうのが判例がありますねでここはねやっぱり利益考量なんですよねあの、まあ、やはり契約って拘束力がありますので基本契約って守るのが、まあ、当たり前なんですよ、えー、ですが反面ね債務履行があったときにその債権者を契約から解放するっていう意味で介助権を与えてますでそうした時に介助権が発生したにもかかわらず債権者がまだね最終的な解除の一生状 をしてないんだっていうことであれば、その段階で債務が履行されたんだったら、やっぱりその契約って拘束力があるわけですから、そちらを優先しましょうっていうあの価値判断が働くんですよね。まあ、そんな感じのところでですね、まあ、そこまであの判例理由はちゃんとまあ言ってないんですけど、まあそういう価値判断のもとからですね、この結論をまあ支持することが可能になってくるんだということになってきますね。これ後であの担当のね過去問のところに出てきます。さてで今度ですね無罪国会所の方行きましょう。10ページの方になりますね無罪国会所。 の方になります。縦4ですね。無罪国会条。で、今回あの542条になるんですけれども、ちょっと見ていきましょう。矢印のところです。542条は、債務をしても債務者 にね、えー、債務の履行をする機会を与えても意味がないような場合を丸い経過して無罪国会除自由としております。でこの下にまあ無罪国会除自由を上げてるんですけど、まあ結構条文あの詳細にですねその無罪国会除自由を上げてくれてるんですよ。まあ従来はあのこう解釈論とかね判例法理とかの解釈論でまあやっていたようなことをえ全部ですね542条の方でまあ明文化されてます。で受験対策上ねこれを全部あの丸暗記しようとすると結構量が多いのであの大変なことになっちゃうから。 そこで、まあ、受験対策上、ね、ちょっといい方法としては10ページの、まあ、また今読んだ1個目のブロックなんですけど、えー、この、ね、太字のところ、ね、再告しても、ね、この意味がないような場合これを類型化しているんだということを頭に入れた上ででこの下にあの無再告解除銃を上げているんですけどそこを読みながら、ね、あこういう場合であれば再告してもまあ意味がないなだからまあ無再告解除を認めてもいいよということを1回納得しておくといいと思うんです。よねでそうすると丸暗記しててなくても担当試験 のの時はその足を見た時に、ね、担当試験の問題を見た時にあこの場合は再告しても意味がないなって皆さんが自分で判断してじゃあ無再告オッ OK だとか、ね、判断ができると思いますね。あとは論文試験の時は542条に、ね、無再告解除の条文があるんだというのが分かっていてしかもその趣旨が、ね、再告しても意味がないような場合を累計化しているんだということが分かっていれば、まあ、論文試験ではあのそこのところ条文を引いて、ねまあ、うまくその趣旨を踏まえて適切に柔らかい当てはめをね字案に即したあの具体的な当てはめをしてです、ね、うまく事例が処理できると思います。 のでまあ、ここでのポイントは、ね、無罪会場がまあ認められることがこの後累計化されていますけが、ねまあ、1回、その理由を納得しておくということになってくると思いますね。ね じじゃあそんな感じでちょっと先進めていきます、えー、3つ目のブロック、まあ、この、ね、無債国解除自由、丸1ないし丸4っというところですけれども、えー、542条の1項はその全部解除、無債国での全部解除、で2項はその一部解除ですね、無債国での,その契約の一部解除を認めています。ただ、まあ、この全部解除か一部解除かどうかというところ、あまり固く考えずに、この下のところを見ていって、ねあ、こういう場合は全部解除できるなとか、こういう場合は一部解除、無債国でできるなとか、一回納得しておくのが大事になると思います。けどまあ早速ももうう中身見ていきまましょうもうイメージ イメージをね持つのが一番いいです。えー、そこでまず丸1位のとこですけども。 履行不能債務の全部の履行が不能であるときは契約の全部の解除ができるとこれ常にね1個目のブロック戻ってくださいね全部が履行不能だったらそれは再告してももう意味がないですよねですから契約全部解除できるんだということになってきますそしてまた今度一のちっちゃい黒ポチ2個目ですけど債務の一部今度はね一部なんですけどね債務の一部の履行が不能なんですがでも残存する部分では契約したね目的達成できないってことになっちゃうとこれもやっぱり再告しても意味がない ということで全部解除できちゃうんですよね。そんな感じで必ず再告しても意味がないんだってことをね、一個一個こう納得してってほしいんですよね。で今度丸一のね、ちょっと一つ一行開けてこの下のちっちゃい黒ポチのとこですけど、債務の一部の履行が不能。 この一部の履行不能です。で、この場合はまあその一部のところね、再告してももう不能なんで意味がないので、その一部のところが解除できるということになってきますね。で、その上のところとあの区別をね、しておいてください。一部不能の場合でも、その結局そこのね一部残りのところがまあ契約履行されたとしても、もう契約全体の目的達成できないときはもう全部解除せざるを得ないからね。そういう意味で全部解除が認められてますけど、まあ、そうじゃなければね、基本その契約って拘束力があるんで、まあ、一部不能のときは基本的には一部解除をしていくんだってことになってきます。 さて今度でですすね履行拒絶です、えー、まずちっちゃい黒ポチ1個目ですが債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した時はあこの場合やっぱ再告してももう意味がありませんからねもう明確にこの履行拒絶ですね全部についてもう履行拒絶するっていう意思明確にしてますので再告してももう意味がないってことになっちゃうから、えー、契約の、ね、全部解除ができるんだということになります。 で丸2のえー、ちっちゃい黒ポチ二2つ目のところですけれども、えー、債務者がその債務の、ねえー、一部の履行拒絶意思を明確に表示した場合でもやっぱこの残存する部分では、ねえー、契約の目的達成できないときはこれはもう全部解除せざるを得ないんですよね、再告しても意味がなくてしかも,もう全部解除せざるを得ないんだということになるので、えー、こういう形で、ねえー、一部について履行拒絶の意思を、ね、明確に出していてかつ残りのところでは契約の目的達成できないときは、まあ、全部解除が無再告でできるんだということ となってきます そして今度 ② のね最後のちょっと一行空いた黒ポチのところですけど一行空けてるところはねこちらの一部解除になってます。で見ていきますとえ債務者がその債務の一部の利行を拒絶する意思を明確に表示した時であってもまあ残存部分だけでもね契約の目的達成できるときはそこの部分はまあ維持してあげればいいのでえ結局そのえ明確に拒絶した一部のところだけまあ解除できるということで一部解除をね無彩国でまあできるんだということになってますね。というわけでこういうところでねちょっとこうそれぞれこう理由をまあ納得しておいてもらえればねえ 後でこう担当試験の足を見た時に、ね、あこういう時は全部解除できるなとか、ね、無彩告で全部解除だなとかあ一部解除だなとか、ねえー、っていうところがパッとこう丸暗記してなくても、ね、自分で判断できると思いますので、まあ、こんな感じで一回納得をしておくようにしておいてください。 さて、今度11ページの方ですね丸3定期行為というところですけれども、契約の性質、または当事者の一生時により、特定の日時、または一定の期間内に履行をえしなければね契約をした目的を達することができない場合において、債務者がその履行をしないで、その時期を経過したときも、契約の全部解除ができますよと。のこの定期行為に関しては、 債権法改正前の時からね、あのあったんですけどね、そこがまあこの無罪国会場の中のあの中でまあ累計化された一つの中にも入っているということになってますね。で、ちょっと定期行為の具体例見ていきましょうか。マルスさの一個目のブロックの二段落目、まあ例えばって二つあるんですけど、一個目の例えばのところですね、えー。例えば売買契約に基づくクリスマスツリーの引き渡し債務であればね、えー、クリスマスツリークリスマス 次は,、ね、はクリスマスまでになければ意味がないからこれは契約の性質上ねクリスマスまでに履行されなければならない定期行為だというふうに言えることになりますねそれからもう一つの例えばですけど飼い主が特定の日時に実施されるビンゴ大会の景品としてパソコンを買ったとパソコンっていうのは別にあのなんかねクリスマスとかお正月とか特定の時期じゃなくても常にこう流通することが予定されているようなものなのでそのパソコンっていうもの自体からこれがね定期行為だ ってことこは判断できないんですよですけどこういったねなんか特定のビンゴ大会等で経費にするんだというような場合はこの例えばの2行目ですがその旨の非勝時を相手方にねその旨の必勝時が相手方に了承されていれば、まあ、その引き渡しさえ、まあ、当事者の必勝時によってね少なくてもそのイベントの前までに履行されなければならない定期行為といううに言えることになってくるということになってきますね。 というわけでねこんな感じで定期行為2種類、契約の性質から決まるものと当事者の意思表示によって決まるものがあってでそういう定期行為に関してはそういった一定の期間過ぎたらもう債務の履行をしても意味がないようなものになっちゃうからこの場合は、ね、無債国で契約解除ができるんだというところを、ね、押さえておいてもらえればと思いますね。 一応この下の中のところですけれども、特にこの契約の制止上決まるものを、ね、絶対的定期行為、そして当事者の一生時によって定期行為になるものを相対的定期行為といいます、えー、まあ一応確認していきましょう、えー、絶対的定期行為とは、例えばまあ正月用の年賀はがき、さっきのクリスマスツリーとも同じですからね、まあ、正月用の年賀はがきの売買のように、当事者の一生時にかかわらず債権の目的の客観的性質からですね定期に履行されなければ契約の目的が達成できないね、ねそんなもののことをまあ言ってきますね。 で相対的定期行為ねこちらの当事者の一生児で定期行為になるものですけど相対的定期行為はもともとはですね債権 の目的の客観的な性質からは定期行為とは言えないけど債権者の主観的な動機主観的な動機として債務が定期に履行されないと契約の目的達成できないもののことを言ってきますねで相対的定期行為というのはやっぱりこう債権者が主観的に、ね、心の中だけで思ってるだけに過ぎないような時はその期限,期限過ぎたことを、ねまあ、理由にやっぱ無債国解除することは正当化できないんですよその債務者の方の利益をねあまりにもこう不当に害することになっちゃうからねですのでそういう相対的な 定期行為に関して、ね、無債国会場を正当化するためには債権、ね、者の動機が例えばこの景品をビンゴ大会に使うんだとか、ね、そういうような債権、まあ、者の動機が債務者の方にちゃんと、ね、理解されて了承をされていなければいけないんだとこの、ね、お互いの,その利益考慮上です、ね、無債国会場をまあこう正当化するにはそれぐらいのことをま要求しなければいけないんだっていうただそういうことがあの書いてあります、ね。というわけで 再建者が心の中で、ね、なんか一方的に思っててもそれだけでは定期行為にはならないんだというところだけちょっとね押さえておいてもらえればというふうに思いますね。さてで今度最後11ページの一番下「四、え、その他催告をしても意味がない債務の不履行」ですね。これね法改正前で言うとあの履行不能債務不履行の対応で「まあ、履行不能」と「不完全履行」なんていう言い方をねしていたあ ですけれどもその不完全履行を想定してます不完全履行でかつその追ががもう見込みがないとその不完全な部分がね追加の行が見込みながないような時って法改正前はあの履行不能に準じてあの契約解除を認めてたんですよね無債庫解除を認めてたんですけどそれをあの明文化してますね。というわけで ④「丸、え、四、ー。その他と債をしても意味がない債務の不履行で、えーまあ、中身見ていきますとねちっちゃい黒ポチですが。 まあ以上に掲げる場合のほかえ債務者がその債務を履行せずにですねえ債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りるねえ履行がされる見込みがないことが明らかであるときは契約の全部解除ができると二段落目のところですけ百542条の1項の5号にねその今,のが書かれ今のことが書かれているんですが542条1項5号はえ債務について不完全な履行ですねこあとでね売り主の担保責任のところで契約不適合責任引き渡された目的物がね契約のない 内容に適合しない場合に生ずる売り主の担保責任のことをまあ契約不適合責任なんて言っ,たこと言ったりすることがありますけれどもえそういう債務について不完全な履行ですね562条や565条のまあ契約不適合責任。 なんですけどもがされたがその追款が不能である場合ねまこの場合無罪国会除がまできるんだということになっています。あとで売り主売り主の担保責任のところでねま法的効果あの四つあって追款履行請求と代金減額請求とあと債務履行に基づく損害賠償請求とねあと契約解除があるんですけど損害賠償と契約解除って全部あの債務履行の規定順用してるだけなんですよね新法の方はね特別にこの旧法みたいにた 例えば同じ損害賠償請求とか、ね、あの契約解除でも担保責任のものと、えー、債務履行のものとで分けずに全部あの債務履行の規定をあの使う。 ようになっているんですよですのでここ今債務不履行のまあ話ね債務不履行の解除の話をしてるんですけどここの解除の話は後でえやるね売り主の担保責任で出てくる契約解除と全く同じでここの条文を全部準用するような形になってますねなんで覚えることがまあ少なくなったってことですね新法のことではね改正前はあの同じ損害賠償とか契約解除でも債務不履行のものとね、担保責任のものとで条文違うところに書いてあってそれぞれあの要件もまあ違ってたとということになりますねところがまあ法改正後 今日は売り主の担保責任のところでも損害賠償とか契約解除というのが出てくるんですけど結局債務不履行の損害賠償請求と契約解除を順応してるだけなんで結局あの要件効果が同じになるんですよねまあそういう意味で今まあ債務不履行の契約解除の話してますけどここであのお話した話はですね後でお話したことは後でその売り主の担保責任のところでですねまたもう1回ま出てくるということになってきますいやここで今ねご説明したことがあのそのまま順応されているということになります要件効果は全く同じだということになってきますね。 まあ後で売り上の担保責任はねまた後でえ次の項目のところでお話していきましょうでその前に一回ちょっと担当の籠問やっ,やっていきましょう契約解除のところですねえっとこのレジュメの25ページの後ろねあのさっき69問目であの消滅事項のやつやりましたけど今度、その次のところですちょっと頑張ってねページが飛びますけど頑張ってついてきてくださいね288問契約の解除って書いてあるところですねじゃあこの問題ちょっとやっていきましょうそうするとまず問題文読んでいきますとね え売買契約の解除に関する次の「あ」から「お」までの各記述のうち判例の趣旨に照らし正しいものをね、えー、組み合わせたのはどれですかって話ですねでまず「あ」の足ですけど債務不履行を理由に売買契約が解除された場合にその債務不履行の時から10年経過した時解除、えー、による現状回復請求権の消滅事項が完成するとこれあのちょうどさっきやった消滅事項のねあのどっちかと話に近い 感じになると思うんですけど、10年って書いてあるから、これ客観的算点っていうのをまずね。受験生が自分で判断しないといけないんですよね。で、10年で客観的算点っていつからって言ったら、あの権利行使ね。できる時ですよね。あの知った時とかそういう主観的な算惨点じゃなくてね、えー、その10年の客観的算定は権利行使することができる時でしたよね。で、えー、そのね。解除。を すると契約解除すると、まあ、お互いね渡し合ったものを返し合うその原状回復請求権っていうのが発生するんですけどそういう原状回復請求権が行使できるのはいつなんですかって考えた時にそれ契約解除の効果で生ずるものですから契約解除しないとね結局その原状回復請求権って権利行使できないんですよ。 なので、この原状回復請求権に関してはね、ね解除、契約解除に基づく原状回復請求権に関しては、その解除をしたとき、それが権利行使できるときってことで、そこから10年の時効期間にかかっていくんだというふうに考えていきます。でそうするとこ、これこのあ,あの足は債務不履行のときから10年ってなってるから、これ、罰だってことなんですよね、契約解除のときから10年が正しいということになってきます。で 解説の方でポイントになるこの足を解くのに、ね、必要最小限度の、えー、ところだけお話しすると、ね、今回まあ10年だから主観的批点のこと聞かれてないんで客観的批点のところだけ、えー、着目していくと、えー、この「あ」の解説のところの2行目の後半の方から3行目にかけてです、ね、権利を行使することができるとき、各校客観的批点から10年間で今度次の5、えー、解除によるう現状回復請求権で今度5行目解除の時から消滅事故が進行、まあ、この辺がポイントになると思いますね。 というわけで解除の、ね、契約解除に基づく現状回復請求権というのは、契約解除の時から権利行使できるということで、そこから10年の時効にかかっていくるんだと、客観的算定に関しては、ね、10年の時効にかかっていくるんだということを分かっていれば、この問題は正解できるということですねさて今度イの足ですね。 え問題文の方の「い」のところですけども売り主が目的物を引き渡し飼い主が代金の一部を支払った場合において債務不履行を理由に売買契約が解除された時はね売り主の目的物返還請求権と飼い主の代金支払い請求権は 結論これ同時履行の関係に立ちますので、えー、ここね同時履行の関係にないっていうところがまあ罰になりますねここも簡単に言うとあの契約解除の効果として原状回復請求権っていうのが発生しましてお互いねあのまあ受け取ったものを返し合わなければいけないわけなんですよねでそれはあの公平の観点から同時履行の関係になるんだというふうにあの言われててねでそれがもう明文化条文の方にもまあ書かれてますね。まあ井の足の解説のところですけども 2行目のところですねポイントになるところは、えー、現状回復義務は同時履行の関係で特に546条ねここにあの書いてありますので。 533条っていうのが同時以降の公弁権の規定なんですけど533条の規定は全条の場合について順用するっていうことで現状回復をねあの現状回復義務を定める545条が全条の規定になりますけどそこに同時以降の公弁権順用されるっていう形になってますんでねあとで復習の時に条文ねあのここに書いてある546と545とあと同時以降の公弁の533条をねここをあの必ず条文6本に各自チェックしてあの読み直しておいてもらえればと思いますね。 さてで今度うの足いきますうの足ですが、えー、売り主が目的物を引き渡したが飼い主が代金を利効期の計画も支払わない場合において、えー、売り主が飼い主に対し相当の期間を定めて、えー、債務の利効を催告したとしてもここねちょっと聞き方がやらしいんですけどあのこれ催告解除ができるかどうかってことを聞いてるんですよ。で解除の要件をねあのちょっとテキスト えーと私のテキストで昨再国会時の要件をね確認しましたけどこれを思い出してほしいんですよね。八ページすみませんちょっと八ページってもらえますか。 8ページの、まあ、1個目のブロックでも2個目のブロックでもどっちでもいいんですけど、あの再告会時の要件、丸一から丸五ちょっと確認しましょうか、丸1、えー、債務不履行の存在、ね、例えば、履行期経過したとかね、えー、それから丸二再告、そして丸三相当期間の経過、そして、えー、丸四債務不履行が軽微ではないこと、で丸五契約解除の必勝時ね、えー、これ今、再告会時の要件、えー、確認しましたよね、でまたちょっとすみませんが、288問目の方にいってください。 でえー、そちらの方ですけれども今ね8ページ確認しましたけど今度288問目の方戻りまして、えー、足の「う」これねさっきこれ再告解除するのにあの必要な要件以外の要件達しちゃってるんですよ再告解除するのにこの、えー、3行目「う」の足の売り主がその再告に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていない時は あの結局これ再告解除ができないという趣旨のことが書かれているんですけど、これねあの再告解除の要件にないようなものを勝手に加重しちゃって、えー、売り主の負担をこう不当にあのそう重くしようとしちゃってんのね、えー。ですので、えー、ここのところが間違ってるってことになりますね。ちょっと足全体的に読んでいきましょうか。上の足ね、売り主が目的物を引き渡したが買い主が代金 を履行期の経過後も支払わない場合において、売り主が買い主に対し相当の期間を定めて債務の履行を催告したとしても、ねここまではまあ催告解除の要件の話をしてるんでまあいいんですけど、この後ですね、ここが催告解除の要件にないんですよね。売り主がその催、えー、告に際し履行がなければ解除する旨の通知をしていないときは、売り主は相当期間経過後もねそのケア解除できないんだってなってるけど、ここがまあバだということになりますね。えー、勝手に要件をね加重して売り主の負担を重くしてはいけないわけですよね。債務履行してるのは債務者が悪いわけですからね。 で、この足のね。今後の将来の受験対策のポイントとしては、ちゃんと再告解除の要件を覚えておく、あの理解をしておくっていうのが大事なんだと思いますね。あの、この形の足,足ではもうほら出るかどうかわかんないじゃないですか。だけど、あの手を変え品を変えね。あの結局、再告解除の要件が分かってるかどうかってことを受験生ね。えー、の方にため、受験生の能力を試すために多分手を変え品を変え、いろんな。まあ、こうね。聞き方をしてくるはずなんですよね。で、そういう時にちゃんと先ほどの私のテキストの原稿の方のね。丸ついてるところの。 诶。<noise> <noise> 最国解除の要件が入っていればね、まあ、いろんなこの今までと違った聞かれ方してもちゃんと丸抜正解できると思いますので、まあ、ちゃんと最国解除の要件をねしっかりと押さえておくっていうのが大事になると思いますね。まあ、この形ではもう多分二度と出ない可能性があるからね、まあ、そういう意味でよく足別本なんていうのがありますけどあれもあのなんか将来使える足と将来使えない足があると思うんですよでこの「う」の足は多分将来使えないんだと思うんですよね。ここはやっぱののの要件といいうをちゃんん頭にに入れれれてておいてねで多分将来いろんな聞かかか方方がまあされるでしょうからそ 応じて、ね、うまく適切にまあ答えていくような、まあ、そういう能力を身につけていくっていうのがやっぱ真のね、えー、この安定した合格をするにはまあ必要なことなのかっていうふうには思いますね。まあ、そんな感じでちょっとこうね知識入れるときにこう、えー、将来役に立つ、まあ、普遍的な知識とそうではなくてまあこれ限りの知識ねと、えー、いうのがあるので、まあ、そういうところが見極められるようになると、まあ、結構こう、ね、合格するのに安定した力がついてくるのかなっていうふうには思いますね。でまあ、一番わかりりやややすすいいのののはっっぱりこう基本をちゃんとと正確確にやるうことででねあのさっきの基本知識の確認みたいな感じで まあ、こうねインプットのところでまあちゃんと丁寧にやっていくっいうのがまあ一番の実は合格の近道なんじゃないかなっていうのは思いますね。さてじゃ今度ですね絵の足見ていきます。二百八十八問目のね今度絵の足ですね。絵の足で売り主が目的物を引き渡したが買い主が代金を履行期の経過後も支払わない場合。 えー、あこれであの債務履行になりましたねで、そして売り主が買い主に対し相当の期間を定める代金の支払いを催告したにもかかわらず、これ、今のところ、告解除の要件を満たしてますよね。ですが、このあと、えー、買い主が代金の支払いを拒絶する意思を明確に表示、これって無催告解除の要件を満たしていることになっちゃうんだよね、あのこの支払い意思をね、えー、支払い拒絶の意思を明確に表示しちゃうと、催告してももう意味がなくなっちゃうじゃないですか、でそういうときって無催告解除できるんだって、さっきの1回ね、皆さん、押さえてもらいましたよねでですのでこれね。 えー、無債国会除の要件を満たすような状況になっています、ですのでこのあと、えー、4行目のところですが、売り主は相当の期間が経過する前であっても、ね、その売買、解除できるんだってなってますね、でこれ、OK ーってことになりますよね、もう無債国会除の要件を満たす状況になっちゃってるから、別に、あの、債国会除の要件の、ね、相当期間の経過を満たさなくても、もう解除できちゃうんだということになってきます。 というわけでね、再国してももう意味がない状況になってます。ですのでね、この無罪国会状の要件充足していそうってことでね、まあ、さっきの話がちゃんと理解できていればですね、えー、まあ、正解できるのかなという,ふうに思いますね。というわけで A の足は正しい足ですね。で今度 O の足、まあ、これも正しい足で答えは5番目が正解ですけども O の足見ていきましょう。えー、買い主の債務履行理由に売り主が解除権を取得 したとしても、その解除権の行使前に買い主がその債務を履行したときは売る主はその解除権を行使することはできないと。これあのさっきね私のテキストで九ページであのご説明してます。九ページね P 九ってまあちょっとメモしてあるんですけど、ちょっと九ページ戻っていきますか。九ページの一番下のとこですね。こちらねあのまあ債務履行を ですねあのまあ、一応契約解除権の発生ね解除の一生児以外の要件を満たしているような時でも、まあ、実際債権者が解除の、ね、一生児をしない うちはです、ねまあ、契約ってもともとまあ拘束力がありますので、まあ、利益考慮上、ね、えー、契約解除、最終的にこの、ねえー、契約解除に避難所してないんであれば債権者もまあそこまでの、ねえー、つもりがなかったんだということになりますので、まあ、利益考慮上、ね、えー、その後は契約解除ができなくなるんだというような趣旨のお話し,しましたけどね、まあ、ここの判例の理解が問われていると知識が問われているということになりますね。 というわけで契約解除に関する過去問、ね、のところはまあ以上ということになります。さて、じゃあいよいよこう今回最後、売り主の担保責任のところ、ね、ここもまあ基本知識を確認してからです、ね、担当の過去問をちょっとまあ3問ほど用意しているんですけれども、まあ、そちらの方うをまあやっていくことにしましょう。では、基本知識の確認は12ページの方になります。売り主の担保責任に関して、ね、こちら12ページの方を開けてください。 でまずですねちょっと基本知識をねざっと確認していきますね、えー、まず縦位置売買契約の意義というところからいきましょう、えー、12ページのとこですねで、えー、そうしますとまず1個目の、えー、ブロックのとこですけども、えー、売買とはですね 当事者の一方が相手方に対して財産権を移転しそれに対して相手方が金銭を支払うことでを約することでね成立する契約ということになります。まあ五百と十五条ね。ということになりますね。でこの下のところなんですけどちょっとメモのところを見てもらえますかね3つ目のブロックのところですけど売買ってまずはね優勝契約の性質を持ってるんですよ。でこの優勝契約が試験で出た時はあの売買以外の優勝契約にもこれから勉強する売り主の担保責任の規定が重要されるんですね559条で。ですかかららこれから 学ぶね、売り主の担保責任って結構応用範囲が広いんだということになるんですよねまあ、有償契約であれば売り主の担保責任の規定が559条によってま重用されるんだというところまあ、そこが一つ特徴がありますね有償契約の特徴ですね売り主の担保責任の規定が使われるんだと重用されるんだと そして今度は総務契約です。総務契約であるがゆえにですね、まあ、どういうじゃ方向がが生ずるかというと、同時以降の考弁権とかね、総務契約ってまあお互いの債権債務が対価関係に立っているんで公平の観点から、ま同時以降の考弁権、えそして今度危険負担の問題が出てくるんだということになってきますね。まあ、今回の事業であのまあ、同時以降とか危険負担はメインでやるわけではないんで、まあこの程度に留めていますけどもね。まあ、この総務契約であることの効果として、その同時以降の考弁権とか危険負担の規定が適用されるということになってきます。 ます。 それから今度諸星契約ですけどもこれは用物契約との比較ですね用物契約というのは契約が成立するためにはですね当事者のまあ一生児の合致以外にもその物の交付っていうのが必要なんですけど、まあ、売買契約はそういう用物契約ではなくてね諸星契約なんでその一生児の合致売ります買いますのね、えー、売買の当事者の一生児の合致によってまあ成立するということですね、まあ、売買の要素っていうのは契約の要素っていうのは目的物と大金額ですけどね売買契約の要素、まあ、目的物と大金額そこに関して売り主買い主の意思の合致 があればね、売ります買います医意思の合致があればあ売買契約が成立するんだということになってきますそして今度不要式契約これは、ね、逆に要式契約ですねあの契約が成立するには意思の合致だけじゃなくて書面性を要求するとかね保証契約なんかが典型的ですね、まあ、そういうものをおこのね要式契約っていいますけど売買はそういう要式契約ではなくてね、まあ、不要式契約なんだということになってきますね書面性なんかそういうのは要求されてないよということになってきます さてで、えー、この次のところですけれども、えー、売買契約におけるその、ね、基本的な権利義務をざっと確認していきますでこれちょっと長いから全部読む必要はなくてまず飼い主の義務ねこの太字のところ飼い主これは、まあ、売買契約に基づいてこの代金の支払い義務を負うことになりますでこの下売り主はあの条文上は555、ね、条で財産権移転義務。 を追うことになりますでこの財産権移転義務の内容なんですけどこの下の線引いてあるところ通常は、ね、目的物の引き渡しをすることによって財産権の移転義務を尽くしたことになるんですよただあの不動産とかねそういうまあ一定の,その対抗要件の具備がね、えー、必要になるようなもの第三者に対抗するには対抗要件の具備がまあ必要なのになるようなものに関しては、まあ、対抗要件を備えさせる義務も負、ね、うことになってきますでそれが、ね、ちょっと太字ですね対抗要件を備えさせる義務 これも追うこことになってますでこれ従来解釈でやってた債権法,法改正前はねこれ解釈論でやってたんですけど今明文化されて560条にね対抗要件を備えさせる、まあ、義務というのが出てきてますね。でちなみにねあの 改正前の民法をあのよく勉強している方はねあの売買の担保責任いろいろ細かい規定があの法改正前はあったんですけど法改正後はあのすごくそこねあの削除をして大きくまあ整理をして後でまでそこをやるんですけど。あの 物に対す関する契約の不適合の場合と権利に関するね。契約の不適合の場合、この2つしかないんですよ。基本的にはね。逆に言うと、それ以外の細かい担保責任の規定は全部あの削除されて。あと、他人物売買に関する特有の担保責任とかも法改正前はあったんですけど、そこ全部削除されて、あの条文番号はあの同じ番号残ってるんだけど、あの条文の中身が全く違うものになってるんですよね。で、この560条に関しては、あのこのもう対抗要件ね、えー、備えさせる義務っていう形でもうあの？ 従来、これ他人物売買のことが書かれてたんですけどそうじゃなくてね、えー、普通にこの財産権移転義務の内容として対抗要件を備えさせる義務のことが書かれてます。というわけで、法改正前のね、えー、民法を知ってる方はここは一気に記憶をね、あのー、アップデートするようにしといてください、もう大幅にあの条文が変わってますのでね、中身がもう全く変わっておりますので、十分気をつけてください。 というわけでまとめますとね飼い主はこの代金支払い義務を負うとで売り主っていうのは財産権移転義務を負うんだとで財産権移転義務を尽くしたというには通常目的物の引き渡しをすれば足りるんですけど、まあ、不動産とかあと登録がなんかね対抗要件になっているようなものに関してはそういった対抗要件を備えさせる義務それまで追っていくんだということになります。 そしてこの下の下中2つですけどこれは飼い主、売り主今、義務という立場から取られたんですけど今度、権利という立場要は同じことをそのね裏表の関係にあるですねことをただ言っているに過ぎないんですけどまあ1つ目の中のところ先ほどの飼い主の立場から代金支払い義務があった。 とということは反面ね、売り主の方から言えば代金支払い請求権があるんだと売買契約に基づくね代金支払い請求権があるんだということただそれがあの1個目の中に書かれてます。でもう一つのののところは先ほど 売り主の立場からね。財産権移転義務があるんだっていう話しましたけど、こっちは買い主の立場からまあ、逆に言うと財産権の移転請求権があるんだということになりますね。まあ、目的物の引き上げ請求したり、登記の移転請求をしたりとかねまあ、そういうようなことができるんです。よって話になります。論文試験の時はね。その飼い主と売り主どっちをまあ主人公にして書くのかっていう形で、まあね。あのこう、うまくこういうのを頭の中で自然にやっていくことになるんですけどね。まあ、そういうことができるようにちょっとこう。ここのところをまとめておきました。 それから12ページの一番下のところですけどあの他人物売買に関して法改正前はあの他人物売買したね売り主が他人物だってことを知らなかったら要は善意の売り主に関しては契約解除権を認めていたんですよところが新法この規定削除しましたそれ何でかっていうとあまりこの規定がまず使われていなかったっていうことのほかに今ねあの他人物かどうかっていうのは登記簿とかを見ればね今例えばインターネットとかでもあの権限がある人とかね一定の人であれば見ることができるんですけどまあその 権利があるかどうかということは、わりかしです、ねえー、容易に調べられるので、別に善意であるというだけで解除権を認めるというのは、ね、なんか合理性がないんじゃないかということで、そこで善意の売り主、他人物売買に関してね、えー、善意の売り主の契約解除権を削除をしておりますね。まあ、そんな感じのところです。まあ、これ、あとで担当試験でちょっと出てきますね。さて、今度13ページの方ですけども、他人物売買のちょっと基本を確認していきます。えー、まず13ページの一番上のところですね、他人物売買で。で 売買の成立要件として売主に目的物の、ね、所有権があるということは要求されていないため他人の、ね、所有権に属する物など他人の権利を売買の目的とした場合でも、まあ、普通にあの売買契約成立しまして当事者間では、ね、売主・買い主の間では売買契約が成立しまして、まあ、普通にあの権利義務があの発生することになります。でそれが行行目目かから4行目ににけてです、ねまあ、売買契約に基づくま権利義務 そして例えば代金支払い請求権とか目的物の引き渡し請求権とか登記の請求権そういったものが生じます。 でさらにね、この売り主が飼い主に単に目的物を形式に引き渡しただけでは、まあ、目的物の所有権はね、飼い主に移転せず、売買の本質義務を果たしたことにはならないため、まあ、他人のものを売ってもね、勝手に所有権移りませんから、<laughs> じゃそうすると、他人のものを売っちゃった売り主としては、どこまでのことをやん,なかやんなければいけないかというと、やっぱちゃんと所有者から権利を取得して、ちゃんと売り主の方飼い主の方にね、権利をまあ移転させる、そこまでの義務を負うはずなんだということになってきますねでそれれ条に書かれてますね。 というわけで普通にあの他人物売買をましたね、その売り主のその義務がま561条に書かれているんだということになります。前のページまでの555条と560条は別にあの他人物売買に限定した話ではなかったんですよ。 他人物売買の時にも適用されるんですけど、別に他人物売買じゃなくて、自分のものを売った時にも適用されるものです。で、この今見た561条ね。その権利を取得して、そのねえ、い主の方に移転させる義務があるんだよ。っていうのはこれは他人物売買特有のま義務で。前、まあ、は他人物売買の場合はね。この義務が一つプラスされるんだとまあ、そんな感じのまあイメージですね。これが561条。 ということになります。それがまあ6、六七行目ぐらいのところでね、ちょっと太字にしてますけど、五百六十一で他人の権利の売り主の義務。ということになってきます。で、この後ね、そして,ってっというのはどちらかと直ってイメージなんですけど。ええー、なお、ま、え、あ、ー、そしてなお、えー、売買の目的物が他人所有の特定物である場合。ですね、売り主が後日その物の権利を取得したときは。まあ、当事者の意思表示を要することなく、その物は当然にですね、飼い主の所有に、まあ、期するんだという、まあ、判例がありますね。あと、次の段落のところなんですけども、あの。 売り主がそのね義務その上のまあいろんな売り主の義務ありますけどその義務を履行できない場合の処理につきまして公開正前はねあの他人物売買の売り主の担保責任がいろいろ個別の規定であったんですけどもそこ全部削除されましたさっき言った通りあの担保責任の規定がねすごく整理されてですね細かい担保責任の規定全部なくなっちゃったんですよね。なので、えー ここのところ改正前はね、えー、権利の全部の他人物売り主の担保責任、まあ、損害賠償とか契約解除ね債務履行責任とはまた別にあのこう規定がまあ,あったんですけど、まあ、そういったものが法改正によってですねこの下のところですが、えー、これに相当する規定が存在しないんだということになってますね。で改正法ではということで561条ってちょっと太字にしているところを見てください改正法ではこの561条にこういう規定があります。えー、他人の権利括弧 権権利利のの一一部部が他人属するる場合における権利の一部を含むだから全部他人物売買とまあ一部他人物売買まあ一緒に扱っていくってことなんですけどもまあそれがねされた時は売買の目的とした時は売り主はその権利を取得して飼い主に移転する義務を負うんだということでえ権利の全部のね他人物売買の売り主がその義務を履行できない時はあの要はこの権利移転する義務561条で負わされるわけなんですよねじゃあそれができなかったらどうなのかっていうと義務売買契約から発生する義務を履行しないというのはどういうことかっていうと それ単純に債務不履行なんですよね。売買契約によって、こう義務付けられたね、その債務を履行しない、というのはどういうことかって言ったら、それは債務不履行。だということになります。なので、法改正前はね、えー、その。 特別な担保責任の規定があったんですけどそれがなくなってしまって561条は単に、ね、権利取得して、えー、その移転させる義務があるんだということしかまあ書かれていませんからその後の処理のこと書いてないんですよ。じゃどうするかというとその義務が尽くされてなかったときは単純に売買の、ね、義務要は債務を履行していないんだということになるから、まあ、債務履行としてまあ処理していくそれが新法の立場なんだということになっていくんですね。というわけでその後の付効果はこの。 今の段落の下から2行目ぐらいのところですけども、まあ、415条、まあ、今日はやらないんですけどね、まあ、債務履行に属する損害賠償請求の問題とかあと今日はこれ541と542はさっきやりましたけど債国解除のね541と無債国解除の542ってことで、まあ、普通にあの債務履行で契約解除の問題にしていくんだと。 いうことになってきますというわけで他人物売買ね公開性前は特別な担保責任の規定があったんですけどそこは今もありませんのでね、まあ、普通に、えー、その権利を取得して、えー、その移転する義務が尽くせなかった時は債務不履行のまあ問題として、えー、債務不履行に基づく損害賠償請求、えー、それから債務不履行に基づくその契約解除の問題になっていくんだっていうことをね、えー、押さえておいてもらえればと思います。そして今度名を書きののののとこですけど権利の一部が他人物売買の時はあの 全部他人物売買で権利取得して移転できないときは、要は追加請求とかも代金減額請求しても意味がないんですよね。え、だけど一部他人物売買の場合は、あのその一部逆にとは権利しとあの権利をねちゃんと有効に移転できた。 ところ物件的に移転できたところに関しては維持したいという要請もあると思うんですよですのでそういう時のためにまあ代金減額請求とかねあるいはまあもう追加ができるんであれば、まあ、追加履行請求という形で認めた方がいいのでそういうことができるようにするためにあとでやるんですけどこの権利の一部が他人物売買の時は担保責任の規定を使っていくということになってきます。全部他人物売買のの場合は、ね、もう普通に債債債務務務務履履履行行行問題ででで義務が尽くせなかったらもう債務履行で損害賠償債務履行でケア解除 いいんですけど一部他人物売買の場合はね、まあ、追加の余地もあるんで追加請求を認めたい方がいい時もあるし代金減額請求という形で本当に処理した方があいい時もありますのでそういうことができるように選択の余地をね、えー、こう残すために、えー、債務履行の規定 だ、けではなくて担保責任の規定を使ってそれで代金減額請求とか追加請求それができるようにしてるんですね、これ後でまたやりますけどね、まあ、そんな感じのところでちょっとね、全部他人物と一部他人物とで扱いがこう違ってくるんだというところをね、押さえておいてもらえればというふうに思いますね。ちなみにですねこの 担保責任の規定ですねこの名直書きのところですけども、担保責任の規定が適用されるっていうところですけど、これ、565条括弧書きでメモしておいてくれるといいかなと思うんですよね。これ、19ページにありますんで、あとでね、19ページ、全部他人物売買の場合はね、あの担保責任の規定が適用されるということ書かれてないんですけど、あの一部他人物売買の時はね、明文で担保責任の規定が適用されるんですよってことがあのあり書いてありますんで、565条の括弧書きね、ちょっと見ちゃうと。 19ページの一番下に条文つけておきました前三条の規定は要は担保責任の規定なんですけど売り主が飼い主に移転した権利が契約の内容に適用しないものであればでここはあの要は権利の不適合の時のね売り主の担保責任なんですけどそこにこの括弧書きで権利の一部が 他人属する場合において、その権利の一部を移転しないときも含むってことで、要は。け、他人、一部他人物売買の場合はね、計画担保責任の問題として、まあ処理して。後でやりますけど、まあ普通にあの債務履行でね、損害賠償契約、損害賠償とか契約解除のほかに。まあ、その追加の履行請求したりとか、代金減額請求を増したりとか、するっていう形で、ちょっとこう選択の余地をまあ広げてるっていう、まあイメージなんですよね。だけど、そのさっきの条文の中に、全部他人物売買が入ってないのでね。担保責任が来て、だからわざわざ適用しないんですよね。全部他人物売買の場合は、まあ普通にあの。 債務履行の損害賠償と契約解除で処理されることが新法は予定してるんだというふうに理解をしていくことになってきますね。というわけでまた13ページのところに戻っていってください。そ、まあ、そこが、ね、今のその、えー まとめますと、全部他人物売買の場合も債務不履行の問題だけでも処理します。損害賠償と契約解除。だけど権利の一部が他人物売買の場合は、もちろんあの権利取得してね移転できないと、債務不履行の問題で損害賠償契約解除もまあできるんですけど、重ねてこう担保責任のまあ独特の規定でね、えー、まあ大金減額請求とか追加請求なんかもこうできてメニューがちょっと広がるなっていうそういうようなイメージですね。まあそんな感じのところまた後であの担保責任の話するときに思いだ、えー、まあもう一回確認しておきます。 さてじゃあいよいよあの担保責任の本題の話に入ってきますね。14ページになりますね。売り主の担保責任の話になります。でまず括弧一のとこですけど、ここはあの一段一段めのとこだけあの白丸ついてるところね。あの復習の時にま読んでまあ、理解をねしておいてもらいたいところに白丸つけてありますが、ここのところちょっと見ていきます。 で矢印のところですけど、まあ、特定物売買でも不特定物売買でもですね引き渡された売買の目的物が契約の,、ね、その内容契約内容に適合しない場合売買契約上の売り主の債務履行があったものと評価され、ね、売り主や買い主に対して562条以下の担保責任です、ね、追加義務とかね、まあ、債務不履行で損害賠償とか契約解除もできるんですけどそれに加えてちょっと独特なねその追加請求とか、減額請求代金減額請求、まあ、そういった規定もあるんですけど、まあ、そういった担保責任ね そういったものを追うことに学ってくるということになります。 そして今度2つ目のブロックに飛んでいってください。売り主の担保責任に関する規定はあのさっき言った通り売買以外の有償契約の方にもまあ順用されているということですね。ちなみに賃貸借とかその交換とか請負ですね一、まあ、行目のところにもあるんですけどね。で新法は昔はあの改正前はね請負に関しても何か特別な担保責任の規定がいろいろあったんですけどあれ全部削除されて、えー、新法の下ではこ,こ,これから学習するね、まあ、基本的にはこの売買の担保責任の規定をまあ使ってね処理することになってますね。というわけでまあ新法って結構ちゃんと ちゃんと条文一回理解しちゃうとすごくわかりやすいしまあ楽なんですよねえ従来いろいろ細かい規定が担保責任の個別的な規定がいろいろねえ他人物売買の担保責任とかその他いろんな担保責任の個別の規定があったんだけどああいうのが全部なくなっちゃってまあ要は統一化されてねえもう物に関する契約の不適合の担保責任と権利に関するえそのねえ契約の不適合に関する担保責任の2つにも整理されてしまいましたのでまあ随分ね新法の方が楽になったのかなっていう感じはしますね。 さてで今度最後の中のところですけれども。 こちら、ねえー、一段落目ですが法改正前はですね売り主の担保責任の法的性質につき、まあ、法定責任説と契約責任説とで対立しましたが、えー、562条以下の規定は追加請求を認めるなどあの従来はね追加請求の規定がなかったんですよね。まあ、でそういうことから追加請求ってまさにねその担保責任の性質要は契約したんであれば契約を守るのは当たり前だ、えー、ということでそういうことからまあ追加請求なんてのを認めていくっていう考えがあったんですけどそれ契約責任説っていうのは、ね でも従来の担保責任の規定は追還請求がででありませんでした売買、えー、の、ね、担保責任でそうするとじゃあ担保責任って一体何なのかっていうと、まあ、法が定めた特別の責任なんだということでね、まあそこで、えー、その法定責任説なんて考え方が取られてたんですけど新法はの追加請求を明文で認めてるので、まあ、契約責任説の考え方を、ね、取ってるというところそこのところがもう争いがなくなったということですね。 で今度、えー、2段落目のところですけれども14ページの一番下の、ね、またという段落ですが、えー、損害賠償請求権と契約解除につきまして法改正前は、ね、債務不履行を根拠にするものと担保責任を根拠とするものがあったんですけどあのそこの区別があの廃止されて担保責任が問題となるときでも、ね、損害賠償請求契約解除問題になるんですけど新法の方は結局、債務不履行の条文を順用するという形で要件と効果を統一化しているんですよね。で、えー、ですので、まあ 生前は、ね、担保責任の、えー、から発生する損害賠償と契約解除それから債務履行として発生する、ねえー、損害賠償と契約解除それぞれ要件と効果がまあ微妙に違かったんですけど、えー、そこのところの違いがなくなって、ね、統一化されたというところですね、まあ、そこのところを押さえておいてもらえればというふうに思いますね。 まあ下から三行目四行目ですけど、要するにってところですけどね、要するに売り主の担保責任として買い主が売り主に損害賠償請求や契約解除ができるかは、まあ債務利子にも債務利子に基づく損害賠償請求権や債務利子に基づく契約解除の要件を重足するか否かで、まあ、決まるんだってことになります。まあ今日はあの債務利子の損害賠償請求四百十五条の話はまあしてないんですけど、契約解除の話は先ほどやりましたよね。再、えー、国解除の五百四十一条、無,無債無再国会時の五百四十二条ね、あの要件満たすかどうかで契約解除ができるかどうかっていうことがね決まって ってくるんだということになってきます。さてで今度15ページの方いきましょう。では担保責任の中身の方に入っていきますが、まずね売買の目的とされた物についての契約内容不適合ということで、まず物に関するね、えー、その契約不適合責任の話をしていきます。で最後にその権利のね不適合、えー、売買の目的とされたその権利に何か不適合がある時の話を増していきます。でまず物の不適合に関してはカッ二の一個目のブロックのところですけれども。 えー、売買契約に基づいて引き渡された目的物につきましてそれがね種類、えー、品質数量に関して契約内容に適合しないものである場合飼い主や売り主に対してあの次のページにもあるんですけどね追加請求それから代金減額請求あと普通に債務履行の規定順用して損害賠償請求とまあ契約解除ができるんですけど4つのまあ効果が発生してきます。というわけで、えー、適用要件としてはね、えー、この売買の目的物ね売買の,この引き渡されたまあ物 に関してこの種類あるいは品質あるいは性質に関して、数量に関してね、この種類、品質、数量に関して、契約の内容に適合しないような場合にはですね、この後で次のページで出てくる4つの効果が生じてですね、追加履行請求、代金減額請求、それから損害賠償契約解除、まあ、それができるんだっていう話になってきます。でちなみにこれ今物の 目的物の,、ね、物の不適合の話してますけど後でやる権利の不適合もこの4つの効果あということになってくるんでまあ覚えやすいのかと思う,思うんですよね追加履行請求代金減額請求あとは債務履行の規定順用して損害賠償請求契約解消って形になるんでねそこのところは共通してますのでまあ非常に新法の方はいろいろとこう覚えやすいのかなっていうふうには思います。 で2個目のブロックですけど、じゃあ、種類の不適合のまず具体例ですけど、目的物の種類の不適合とは、注文した目的物の種類と引き渡された目的物のまあ種類ね、これが適合しないことを言います。まあ、例えば、味噌ラーメン注文したら、醤油ラーメンが、ね、引き渡されてしまったという場合ね、この場合は種類の不適合があったということになります。それから、品質の不適合がこの次のところですね、目的物の品質の不適合とは、引き渡された目的物が、でこれはね、あの改正前の民法を知ってる人は、貸し担保責任のね、あの貸しと同じようなあのイメージですね。まあ、知らない人は、まあ あのここで学んどいてもらえればと思うんですけど、まあ、昔のね民法を知ってる人は貸し担保責任の貸しと同じような意味なんですけど目的物の品質の不適合とは引き渡された目的物がかっこはその種類の物がね 通常有する性能を有していないこと、ですねその物が、ね、通常有する性能を有していないこと、あるいは当事者間で特別の品質を、ね、明示目次にまあ合意していたときは、まあ、その品質にです、ねえー、達していない、その品質を有していないこと、まあ、これもその品質の不適合ということになります、まあ、従来、貸し担保責任の瑕疵なんていう,う形でまあ議論されていたようなものとまあ実績の同じようなことになりますね。 そそれからその次のところですが目的物の数量の不適合とは引き渡された目的物の数量が契約内容に適合しないことのことを言います。でこの下の下 メモのとこですけど法改正前は数量指示売買というものにあたる売買に関してはね、えー、数量足んないと、まあ、担保責任の特別の規定があったんですけど法改正後はあのさっき言った通りねそういう細かな担保責任の規定全部削除しちゃって全部こののの不不適適か権利ででやるんですよだから従来ねこの数量指示売買って形で法改正前議論されていたようなものは直接実はもう 使わななないようなことになりました法改正前にね数量指示売買って言われたものに当たらないものでも結局その引き渡された物があのその数量不足だってことになっちゃえば、まあ、それって契約不適合になっちゃうんですよねですので4つの効果ねその数量指示売買が従来のねその数量指示売買がどうかっていうことは一応その契約の内容を、まあ、確定してその不適合があったかどうかってことを判断するときにはちょっと考慮層としては使いますけど。 でも、それ独自のね。なんかこうメインの意味はもうなくなったということになります。だから、議論はずいぶん簡単になったというふうにあの押さえていてください。まあ、イメージを持っといてもらえればというふうに思いますね。これがまあメモのところになります。 それから15ページの一番最後のところですけどここはさっき繰り返しあの言っていることなんですけど法改正前にいろいろ細かなね担保責任のまあ規定数量支持売買とかその他いろんな担保責任の規定があったんですけどあれ全部削除して法改正後はもう物の不適合と権利の不適合のもうこの2つにね統一化されているんだということになっていますのでえまあ楽になったなということですね。そこのとこここの最後ののののととろろが最後メモに書かれててまますさてで今度ですね16ページの方行きましょう で今度は、えー、担保任の効果を確認していきますね16ページまず1これがあの追加請求なんですけども、えー、目的物の修保代替物の引き渡し、えー、あるいは不足分の引き渡しによる追加の履行を請求することねこれが追加請求ということになってきますで一応正し書きのとこですけど、まあ、ただしね売り主は飼い主に不相当な負担を課するものでない時はね飼、えー、い主が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができるということになってますね、まあ、これが追加請求という話になってきますで今度2ですね こちら代金減額請求なんですけども、買い主が相当の期間を定めて履行の追加の催告をし、その期間内に履行の追加がないときは、買い主はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求できるんだということになります。で、この下のメモのところなんですけど、あの代金減額請求って実はいきなりあのこれできるんじゃなくて、1回追加請求をね催告しないといけないんですよ。まず丸1のね追加請求催告しないといけないんです。で、それなんでなのかっていうと、このメモのとかなんですけど、やっその契約っていうのはね、やっぱその内容通り履行さ されるっていうのが一番温当じゃないですか,だからなるべくそっちの方に、ねまあ、持っていくために、まあ、いきなり代金減額請求じゃなくてまず追加請求をして、まあ、そこで、ね、問題解決できるんであればそっちでやるべきなんだという観点から、ねえー、まずこの、ね、追加の再告をしてからじゃないと代金減額請求ができないんだという構造になっていると、まあ、いうことですね。ただですねあの 追加を再告しても、追加される見込みがないようなときに、これ、再告してもしょうがないですよね。これってある意味、さっきのね、やった契約解除と一緒なんですよ、再告しても、その履行が見込みがないようなときにね、再告しても意味がないから、無再告で解除、認めてたじゃないですか、それと同じ発想で、追加、再告しても、追加される見込みがないときは、無再告で、このね、代金減額請求ができるんだっていうのが、この次のところですね。 次に掲げる場合には、まあ、再告しても追加される見込みがないかね追加されても意味がないため飼い主は再告することなく直ちに代金の減額請求がまあできるんだということになってきます。でこの下1号から4号まで上げてるのはさっきの,あの無再告解除の要件と似てるんですよだからここ別に丸暗記していなくてもね、えー、結局さっきの無再告解除ができる時の、まあ、場合をね まあ理解をしておくと、えー、ここのところね、無債国で代金減額請求ができるというところも同時に理解されるということになりますね。まあ、一応見ていくとね、線引いたところだけ見ていきましょうか、1号、利口の追加が不能なとき、それから2号、売り主が利口の追加を拒絶する意思を明確に表示したとき、あと 3, 3号ね、これ、定期行為の場合ですね。えー 定期行為の場合にその時期を経過してしまったときね、えー、それから4号ですけども上記1ないし3の場合のほかねないしっていうのは法律用語で何々から何々までっていう意味なんですけどね、まあ、要は1号2号3号全部入りますが、まあ、1ないし3の場合のほか飼い主が再告しても履行の追加を受ける見込みがないことが明らかなときってことですねこれはあの不完全履行で追加の見込みがないときっていう感じですねまあそんな感じのときは直ちにその代金減額請求いや無再告者解除ができるのと同じようにね代金減額請求できるんだって話になってきます。 それから、丸3の債務履行の規定による損害賠償請求権。これはあの普通に415条のね。債務履行の規定をま準用しているということで、全くあの債務履行の損害賠償請求権と同じ効果だということになりますね。法改正前はね。担保責任っていうのは債務履行。 の損害賠償責任と違って利行利益までの請求はできずねその信頼利益契約が有効と信じたことによって生じた、まあ、信頼利益の賠償例えば契約の調査費用とかね契約費用とか、まあ、そういうところまでしかできないんだという,うに言われてたんですけど新法はそういう特別な担保責任の規定がなくなってしまってねこの損害賠償に関してはね特別な規定を使っているわけではなくて債務履行の損害賠償請求の条文をまあ順用しているだけなので当たり前なんですけどまあ このの利益の損害賠償請求ままでで普通にできます、まあ、信頼利益の賠償に加えてね利効利益の損害賠償請求まで普通にできるんだということになってきますね、まあ、調査費用とかそういうね信頼利益だけじゃなくて例えば転売利益みたいなね転売利益みたいな利効利益なんかも普通に損害賠償請求できるということになってきますね もう全部ね、ね新法の方は債務不履行責任に一本化されてるんですね、この損害賠償請求と契約解除に関してね。で今度、最後、丸四ですけど、まあ、契約解除はさっきやったねあの債務不履行の条文の方がね重要、564条によって、えー、債務不履行のね催告、えー、解除の541条と無催告解除の542条が準用されているので、まあ、要件効果は全部同じだということになってくるということですね。 まあそんな感じのところでね、担保的に今こういう状況になってます。物の不適合に関してはね、追加請求、代金減額請求で、損害賠償請求、契約解消ができるんだっていうのを押さえていてください。で、今度18ページですね、まあ、権利の不適合を行く前にちょっとね、18ページを見ていきましょう、こちら、飼い主に対する制裁の規定なんですけど、契約不適合に、飼い主の方にね、まあ、ちょっと奇跡銃があると。 ああめにきすべき自由があるようなときに担保責任の追及をちょっとこう認めるというのはやっぱ不公平ですのでえこのね不適合に関してそれが買い主の帰責自由によるものであるときは買い主は履行の追還請求代金減額請求契約解除をすることができないということになってますちなみにちなみに損害賠償請求できないというのは名文ではないんだけど仮に買い主に帰責性があったらあの四百十八条でねあの過失相殺されちゃうんで <laughs> まあ実績には損害賠償請求の額過失の程度に応じてまあ認められないことも出てくるんじゃないかと思うんですけど。 まあ損害賠償に関しては明文でねできないとまでは書いてないんですけどどうせ418条で普通に債権総理でまあ皆さん勉強することになりますけどまあ家賃総裁されてね、えー、しまうということですね。えー、それからですね2つ目のブロックですが契約不適合責任は買い主保護。 のための制度なので引き渡した物の数量がね契約した数量より多い場合でもね売り手は五百六十三条の累推適用をまあ理由として代金の増額請求をねすることはできないんだということになってますこれ後で担当試験の問題の方にまあ出てますこれ従来の解釈論でねまあ数量不足の時にねこの数量支持売買の時に担保責任で代金減額請求できるんですけど逆にじゃあ量が多い時に買い主売り主の方が代増額請求できるのかっつったらこれは担保責任ってやっぱ売り主の方のための規定だからね。 増額請求累推して増額請求はできませんよって言った判例がありますけど、その判例は今でもね新法の下でもまあ妥当するんじゃないかという話になってきますね。さてで今度ですねじゃ権利の不適合いきましょう。えー、19ページの方を開けてください。カッコ三売買の目的とされた権利についてのね契約内容の不適合ですね。で、えー、矢印のところですけども、えー、売り主が買い主に移転した権利 がですね。契約の内容に適合しないものである場合ですね。で、かっ権利のさっきちょっと先先取りしましたけど、あの他人一部、他人物売買の場合ね権利の一部が他人に属する場合において、その権利の一部をま移転しない場合も含むんですけど、この場合のこのね、担保責任のまあ規定が使われることになります。で、その方向下としては、あの先ほどのあの物のね。不適合とまあ同じでまあ、追加請求と代金減額請求と損害賠償請求契約解除ということになってますね。 そうするとここで押さえておくのはじゃあその権利の不適合ってどういう場合なのかっていうのをねイメージを持つことがすごくまあ大事になると思いますでそれがこの下のとこですね2つ目のブロック、えー、権利の、えー、契約不適合ね、えー大,きなえー、大きく2つのものがありますでまず丸1のとこですけど、えー、売り主が買い主に移転した権利が契約内容に適合しない場合でこの例をね、えー、ちょっとこう押さえてねイメージできればいいんじゃないかと思うんですけど契約内容に反して 売買の目的物に地上圏、地域圏、留置圏、質圏などの目的物のね、専用妨げる物件がまあ存在している場合や、 あとこの線引いてあるところねここが典型的な例なんで線引いておきましたけど飼い主このね売買の目的物である不動産に対抗力がある他人の賃借権が設定されている場合ねでこれ、ポイントはの例の最初のところにありますけど契約の内容に反してというところがポイントになりますからもともと契約の内容自体でもうちゃんとこの他人の権利が設定されているということを分かってね契約しているのであれば当然それを踏まえて値段安くなっているはずなんでですので権利の不適合になるときは契約 したら話とね違,違って何か勝手にこう仏にね他人の権利がついてると、えー、ついていたとかそういう場合になってくるんだということになりますそれからこの次の例のとこですけど、えー、売買の目的となった建物のために存在するとされていたね敷地利用権、えー、まあ地上権土地賃借権がない場合ですねこれはまあの権利の不適合の問題になりますそれからもう一つの例ですが売買の目的となったまあ土地、まあ、地域権絡みの話なんでね養益地 なんですけど売買、えー、の目的になったまあ要液地のために存在するとされた地域権通行地域権があると思って買ったのに通行地域権がないから行動に出るのに不便,な不便になってしまったじゃないかとかね、まあ、そういう話になった時にまあ権利の不適合になってくるということになりますね。 そして今度 ② これはあのさっき先取りしたやつであの一部他人物売買の場合ですねこの場合もあの条文上565条の括弧書きでこれもあの権利の不適合の問題として扱われるんだって話はさっきやってますねまあ二の例ですが売買の目的とされた不動産の一部がね売り主以外の他人所有物であった場合ね一部他人物売買の場合ってことになりますでこのまあメモのとこですけどさっきだと言ったとおり全部他人物売買の場合は 権利をね、あの売り主が所有者から権利を取得して飼い主に移転できなかった時は単にその、まあ、債務不履行の問題として扱って、えー、要はあえて、ね、担保責任の規定を使ってまで、えー、この追加請求とか減額請求しても意味がないからね、まあ、意味がなくて、まあ、普通に債務不履行で損害賠償請求契約解除だけすればいいんだと。ももちろん損害賠償請求契約解除も担保責任の、えー 内容の一つになってくるんだけどわざわざ担保責任の重要条文を持っておかなくてもね、まあ、普通に415条で損害賠償請求認めてねあるいは541条とか542条で、まあ、普通にあの債務履行で契約解除させればいいだけの話なので、まあ、そういう意味でわざわざ担保責任の規定は使わないんだということになります。まあ、結局新法では損害賠償請求と契約解除に関してはね担保責任の,あの条文使うか使わないかというところの違いはあるけど内容は一緒なんですよね。担保責任の え規定の方から結局債務不履行のね損害賠償請求と契約解除の条文順用するだけになっちゃうからまあ同じなんですけどまあ他人物売買の時はねあえて担保責任の規定使ってから損害賠償請求とか契約解除の条文の方を順用するんじゃなくてねまあそのまま正しに直でやっちゃえばいいじゃないかっていう話になってきますねで一応一部他人物売買の場合はね追加の余地とか代金減額請求という形で本当に処理した方がいい時もあるのでまあ担保責任のまあ規定を使っていくんだということになってきますで当時あの 一部他人物売買の場合はね他人物あのその担保責任の規定が565条の正し書きいいあこの括弧書きで使われることになってるからまあ一応損害賠償請求とか契約解除する時は担保責任の規定の方からちょっと一回めんどくさいんですけど担保責任の、まあ、規定ですね、えー、の方から順用するような形で、まあ、条文のちょっと引用数が増えますけどね、まあ、そこのところをやっていくんだということになってきます条文の、えー、番号はね19ページのカッコさんの1個目のブロックのところで括弧書きの中で書いてありますので、まあ、ぜひあの後で復習の時にね各自皆さん録 日本の方で。 引いいいてておもらえればと思いますね例えば3行目で追加請求なら565条の方から562条の方を引っ張ってきますしねあとまあ例えばちょっと飛んで損害賠償請求だったら面倒くさいんですけどね565から今度一回仏の,の,の不適合の564条のところに行ってそこから債務履行の415条にまたさらにこう飛んでいくって感じね契約解除の時も一緒まず565条権,権利の不適合の565条の条文から仏の不適合の564条を引っ張ってきてそこからあ債務利口の解除の541と5 4債務履行の解除の541と542条 順にをね引っ張ってくる感じ、順序する感じになるんですけどね。まあちょっとこう条文の引用の仕方がちょっと面倒くさい,い,いところがありますけども、まあ、一応ね六歩引いて確認しておいてもらえればと思います。さて今度二十ページのところですけども、えー、権利行使の期間制限というところをまあ見ていきましょう。権利行使の期間制限。でこれに関しましてね、あの今物の不適合と権利の不適合のお話し,しましたけど、あの期間制限、担保責任の追及に期間制限があるものとないものがあります。でこの下の、えー ブロックのとこでですすけど機関制限があるものですねこれはあのまずね物です権利じゃなくて物の不適合なんですけど物の不適合のうち種類と品質の不適合がある場合は機関制限がありますで逆に言うとねあのちょっと先取りしちゃうんだけど物の不適合でも数量の不適合とかあと権利の不適合はもう種類品質数量全部なんですけどあちらは期間制限がないんですよ。でその理由をここで一回納得しといてもらえるとね、えー、いいかなっていうふうに思うんですね。 でちょっと中身でいきましょう、期間制限があるもの、物の不適合に関しては、種類と数量の不適合に関しては、この期間制限があります。で、その中身ですが、えー、売り主が種類または品質に関して、契約の内容に適合しない目的物を買い主に引き渡した場合においてね、えー、買い主がその不適合を知ったときから1年以内に、その旨を売り主に通知しないときは、えー、買い主はその不適合を理由に、売り主に担保責任の追及をすることができないんだということになります。まあ、ただね、ただしで売り主が引き渡しのときにその不適合を知ったり、さす 期間制限限、うん、ここののところ、ね、しなかったりでも逆に言うとそうじゃなければ不適合した時からまあ1年以内に、ねえー、その不適合があったんだということを通知、ね、していかなければいけないんだということになりますね。でこの次のブロックパスして、えー、この中のところを見てもらえますかね、まあ、3つ目のブロック20ページの、えー、3つ目のブロックの中のところなんですが。 法改正前は飼、まあ、い主がね貸し、まあ、貸し担保責任なんて言われてた時代ですけど、えー、貸し今で言うとまあ契約不適合ですけど、えー、その契約不適合を知った時から1年を経過するなどね一定 期間の経過により担保責任がが当然消滅する扱いがされてました。あで、ですが、えー、改正法は一定,期間のより、えー、一定期間の経過により当然消滅するっていう構成ではなくて飼い主に対して契約不適合をした時からまずねその不適合があったんですよっていうことを通知する義務を負わせておりますでその義務に違反してしまうとね担保責任を追及する規定が、まあ、あ権利が、ね、失われるんだっていう形のまあ構成をしてますね というわけでね、新法の方は1年以内に、ね、その不適合をしたときから1年以内にまずその、ね、不適合があったんだということを通知する義務がまあ生ずるんだという構造になっているということね、そこのところは押さえておいてください。で、今度ね、次のところですね、21ページの方になります。えー、担保責任 じゃあこうすると、ね、あの不適合を知らなかったらずっと担保責任の,、ね、その追及ができることになっちゃうんですけどベ別ド消滅事項の規定が、ね、適用されないのかどうかって話なんですがそれが21ページのところになります。 消滅事項の適用のコーヒーってところですね。で中身ですけども、五百六十六十五百六十六条の一年の期間は除籍期間というふうに変されてます。この期間制限の規定はまあ消滅事項のね規定の適用を排除する趣旨のものではないということね。でまあこれ従来のねあの改正前のあの議論がそのまま維持されてるって感じなんですけど、うん、買い主が目的物の引き渡しを受けたときがまあ権利行使できるときってことで、あの客観的観点ですね。買い主 が目的物の引き渡しを受けたときが権利行使できるときとしてまあ消滅事項の起算点となりえ目的物の引き渡しを受けた飼い主が契約不適合に気づいていなくてもねえ引,き受けたし引き渡しを受けたときから10年経過するとまあこのねえ消滅事項の方で田担保責任を追及する権利が消えちゃうんですよという形になってますね。従来あの 法改正前からこれと全く同じ議論があったんですよねこの、まあ、当時は貸し担保責任の追及期間という形でまあ問題になってたんですけど貸しを知らない限りずっとじゃ担保責任追及できるというのはちょっとこうあまりにもね売り主に大きな負担を貸しちゃうということで,で少なくとも飼い主としては引き出しを受けた時にね貸しチェックできるわけだから、まあ、そこを権利行使できる時だというふうに考えてです、ね、そこから10年の時効にかかるんですよなんてことが言われてたんですけど、まあ、それがこの、ね、改正法の下でもまあ妥当するんだって話に なってきますねちなみに歌詞,知ら歌詞を知らなくてもねこの今の、えー、話があるがために、まあ、10年たつとね引き渡しを受けた時から、えー、10年経つと、まあ、時効に今かかっちゃうわけなんですけど例えばこのじゃあ不適合があるってことを分かってで担保責任に追及する旨の通知をしますよね。そそうするとその後また別途あの具体的にその 担保責任追及する旨の通知のほかに実際担保責任追及していか,いかなければいけないんですけどその担保責任を追及する旨の通知をした場合はどうなるかというと新法のことではそれとほら自分が権利行使できることを知ったときにも当たるじゃないですかだからその担保責任追及する旨の通知をしたイコール自分が権利行使できることを知ったときってことで知ったときってこれ主観的なね消滅事項のさっきやった主観的3点の まあ話になりますから、おそらくこの、えー、知った時からね、5年、えー、というところで主観的算定にもかかっていくるんだって話になってきますね。えー、従来はあの主観的算定ではなかったからね、この客観的算定のところだけの話でまあ判例が出てきたんですけど、まあ当然ね、えー、この進歩の方では主観的算定というのもが追加されてるんで、えー、不適合を知った時から5年でまたさらに時効にかかっていくるんだというふうにね、あの考えることができるんだと思いますね。 さてで今度、ですね期間制限がないものなんですけどもえ21ページですね、ここの理由をしっかりと押さえていけばいいのかなと思いますね。まず、まあさっきの,裏,のは裏返しの話なんですけど、前のページでは、物に関してね、この種類と品質、不適合があったとき、これ、期間制限にかかるって言いましたよね、逆に言うと、丸1、物についても数量の不適合、そして丸2、権利の不適合は全部えなんですけども、それに関しては期間の制限かかりません、その理由を確認します。 1、えー、売買の目的物の数量に不適合があるときは、まあ、不適合が外観上明らかであるためね、えー、売り主と買い主との利益考慮上、期間制限により担保責任を追求されないという利益を売り主に与えるべきではないんだということで、それで期間制限の、ね、定めが置かれてないんですよね。まあ、いわゆる数量の不適合ってもう外観上明らかだからね、えー、そこでちょっとこう責任から免れるというのはおかしいだろうって話なんですよね。それから権利の不適合もね、同じような感じなんですよ。あの 売買の目的物に他人の権利がついているかどうかって今の世の中たん簡単にね、当期簿であの調べることがまあできるんですよ。だからある意味数量の不適合と同じような感じで外観上やっぱりこう不適合があることが明らかなんで、そういう明らかな不適合があるときにね、やっぱりその売り主を責任から免れさせるってのはおかしいんだってことで、そこで担保責任のね、その追及の期間制限がないんだということになってますね。ただまあもちろんあのこれね、担保責任の規定がまあ 期間制限の規定はないわけなんですけど、消滅事項あの別途あの適用されますからね。だから例えば引き渡しを受けた時から10年経っちゃうとやっぱこう,う請求できなくなっちゃうしね。えー、それからその不適応した時から5年経っちゃうと今あの主観的算点がね。 新法の方では追加消滅事項の方追加されましたからその不適合した時から5年経つと、まあ、消滅事項のかかっちゃうっていうところね、まあ、そういうところとちょっと組み合わせて理解をしておいてくださいただ少なくとも担保責任の,その制限規定はまあないんだとこのね物に関して数量の不適合があった時とか権利の不適合があった時は外観上ねこの不適合があることが明らかなんでね、えー、売り主の責任を免れさせるべきではないんだってことで担保責任の期間制限はありませんただ別途ね、えー、その不適合をした時から5年の主観的算定の消滅事項それからまあ引き渡しを 10年の、ね、権利行使できるときってことで10年の消滅後にかかることはあるんだってことは、ね、ちょっとこう一緒に合わせて押さえててください。で今度22ページ、ね、担当試験でちょっと出てるんで競売用担保責任の特徴 話をしていきます。二十二ページのところなんですけど、五百六十八条ですね。まずね、ちょっと全体的な話をすると、競売っていうのはやっぱ法的安定性の確保があの重視されまして、まあちょっとこう担保責任を追求できる場面を限定してるんですよ。で、ちょっと順番で言うとね、五百六十八条の四項を見ちゃうといいかなと思うんですよね。全三項の規定は競売の目的物の種類品質でこれってあのさっき期間制限が あのね種類とまあ品質ってあの前のページのところでまああのあまあ二個二個前のところでありましたけど期間制限があるものなんですよね、えー、要はあのこうカシがあこう外観上ねなかなか見えにくいようなまあものなんですけれども、えー、種類品質うこのに関してはまあ不適合をまずね、えー、その 目的物の種類とか品質っていうのはやっぱこう外観上瑕疵が見えにくいので、えー、その不適合を理由にね、えー、競売の方の、えー、方を影響しちゃうとね競売の法的安定性が低したんでまず物の種類品質に関しては一切この担保責任が適用されないというのがポイントになりますでもその反面じゃ物でも数量の不適合とかあの権利の不適合ね、まあ、それに関しては担保責任の規定が適用されることになりますよねこの4項の反対解釈からするとね。でそうするとじゃ適用された結果じゃどうなるのかっていうとそこでも,もうさらに制限がかかっていまして。 それがちょっとややこしいんだけどね568条の1項になるんですよで568条ちょっと太字にしておきましたけどあの契約解除とね代金減額請求しかできないんですでこのメモのところに書いておきましたけどあの追加請求とね損害賠償請求ができないんですよね物に関して数量の不適合があった時と権利の不適合の時はねまあ担保責任競売の場合でもまあ追及 ででででききるんんすすけど損害賠償請求とこの追還請求求とと追ませんでそのの理由がメモのところです、えー、競売は目的物の所有者の意思にかかわらず強制的に実施されるものであるため、えー、売買のね競売の目的物や権利やね競売の手続き上想定されてないものに適合しなかったとしても、まあ、所有者に対し、えー、追加履行義務や損害賠償請求を負わせるのは相当でないということが配慮されているということになりますね。 というわけでまあこの辺のところが理由になってますねまあちょっと競売の場合は通常のね売買の場合とちょっとこう取り扱いが違ってまず4項でねこの目的物の種類品質これなかなか外観上価値が分かりにくい不適合が分かりづらいものなんで競売の安定性確保の観点からまずこれに関してはねもう一切担保責任の規定は適用されません逆に物の数量の不適合とか権利の不適合については担保責任競売の場合でもまあ適用されるんですが568条の1項によると解除と代金減額請求 ができなくてね。まあ、逆に言えば、この追加請求とか損害賠償請求はできないんだということになってます。まあ、この辺のところが分かってるとね。まあ、担当試験解けるんじゃないかと思うので、じゃあ今日最後ね。担当試験の問題、ちょっと確認して、これでこの講義をね。終わりにしたいと思います。 でではですねこのレジュメの後ろの方さっきの続きのところをちょっと見ていただきたいんですけどね今日まあ消滅事項の過去問やった後契約解除の過去問をやりましてでその後ですねこれ297問目のところですけど売り主の担保責任のところを見てくださいじゃあちょっとね見ていきましょう297問売り主の担保責任ですねでまずねこのね誤っているものを2個選びなさいっていうものなんですけど1番目なし担保責任を免除する特約 を結ぶことはできるがその場合も目的物についてウルヌが自分で第三者のために設定した権利があった時はウルヌを責任免れないとこれはね解説のところで5 7 2条上というところをチェックして。 あとで条文引いておいてください。これ、条文のまんまです。えー、担保責任の、ね、免除特約できるんですけどね、まあ、目的物についてね、売り主が自分で第三者のためになんか設定した権利がなんかこう、か担保権負担したとかね、擁、えー、益物件負担したとか、まあ、そういう時があった時はね、責任免れないよということですね。まあ、これ、条文そのままですので、あとで引いておいてもらえればと思います。で、えー、今度ね、問題文の2問、足の 2, 2のほういきます、えー。目的物に地上権による制限。 があった場合これね当てはめしないといけないんですよ目的物に地条件の制限があるというのはこれ物の不適合でしょうかそれとも権利の不適合でしょうかというとあの権利の不適合の例でねちょっとこれに近いようなやつあの上げてましたよねですのでこれ権利の不適合になりますでその場合、えー、担保責任追給には期間制限があるがって言ったけどさっきだとりあの 期間制限ないんですよね権利の不適合の場合って、登記簿上とかで、ね、明らかにこう確認しやすい、外観上不適合が分かりやすいからね、まあ、そういう場合に売り主の責任を、ね、免れさせるべきではないということで、えー、担保責任期間制限がないんで、ここはの罰になってますね。あと、この後ね、この公談、抵等権の行使によって飼い主が権利を失った場合の担保責任の追及には期間制限がない。ここのははねちょっと微妙な足で法改正前はあの定等権 の設定されたものを売っ,ちゃ売ったあの売り主がね、えー、その後抵当権実行されて飼い主が権利を失った時の特別な担保責任の規定があったんですけど、えー、新法はそういう特別の担保責任の規定全部削除してなくなっちゃってるんで、えー、今ねこういう期間制限があるのかないのかってう々の前にもう今こういう種類の担保責任がそもそもないんですよね。まあ、いずれににしろろ間違っってるる足にはななんですけどこ、まあ、このととちょっと、ね、微妙な 足にはなっているのかなと思います、まあ、いずれにしろ罰ですね、正しい足ではないので、罰、まあの足になっているんだということになります。そして今度3番目、競、え、売、ー、さっき、ね、ご紹介した競売ですけど、競売も売買であるから、担保責任は通常の売買と同じように課されるってなってるけど、ずいぶん違う扱いがされてましたよね。<laughs> ですので、ここはツ。あの後でね、P22、確認しててくださいね、さっきあの条文、ご説明してますけどね、競売の場合の担保責任、あの22ページにあの書いてありますけど、あっちの方で頭に入れておくといいのかなと思いますね。 で今度4番目の足、えー、数量指示売買において数量が多すぎた場合、えー、売り主は民法の担保責任の規定の累積的を根拠として代金増額を請求することはできない、これは正しい足ですね。えー、担保責任の規定は法改正前、えー、ですね売り主のまあ保護じゃなくて、飼い主の保護のためなんでね、えー、逆に数が多いときに、それを累積して、飼い主の売り主が代金増額請求できないよということをあの言っております。まあ、従来の、ね、判例ですね さてで今度え5番目なしえ代金の一部だけを支払った段階で目的物についてえ種類品質に関する契約の内容の不適合が明らかになりこれ物の不適合でかつあの種類品質の不適合ですね数量の不適合じゃなさそうですねというわけでえ物 に関して種類と品質に関して契約内の不適合が明らかになり損害賠償請求が認められる場合物の不適合の時ねあのま丸の効果として損害賠償請求があるというのをさっきご紹介してますよね追加請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除でまあ損害賠償請求ね一応できますよねで損害賠償請求が認められる場合には買い主は 残代金の支払いについて、損害賠償と同時履行の抗弁を主張することが、まあ、できるってなってます。で、ここはね、あの、同時履行の抗弁、あの、本来の債務。 総務契約から生じるね、本来の債務同士の同時履行だけじゃなくて、本来の債務が例えば債務不履行で損害賠償請求権に変わっちゃったときに、それともね、同時履行にやるっていうのが従来あの解釈論であの肯定されてきたんですけど、新法はね、それ明文化してくれてます。あの後で533条の本文のね、括弧書きを見といてほしいんですけど、まあ、こうなってますね。えー、総務契約 の当事者の一方は相手方がその債務の履行でここでね。括弧書きが加わったんですよ。従来の解釈論が明文化されたんですけど、括弧債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含むってなってます。でを提供するまではね、事故の債務の履行を拒むことができるということになってますので、まあ契約不適合責任でね。損害賠償請求権発生したときはま、それも同時以降の関係になってくるということになりますね。ま、そんな感じで533条のね。本文の括弧書きをぜひ後で見といてください。 さてで今度次の問題です。299問目いきましょう。売り主の担保責任ね、ねまだ続きます。299問目、平成23年のね司法試験だと25問目、予備試験だと10問目です。でこちら、不動産の売買契約における売り主の担保責任に関するね次のから各記述のうち正しいものはどれでしょうかって話になってますでまずあの足 ですけど、これね。従来のあの瑕疵担保責任ですね。もう今進歩でなくなっちゃったんですけど、そのことが聞かれてますね。売買の目的物に瑕疵があった場合、買い主が。 貸しがあるることとをを知らずに目的物を買い受けたた隠れた貸しと言えると従来の貸し担保責任、隠れた貸しであることがその担保責任の追及の要件でね、隠れたっていうのは飼い主の善意無過失を言うんだというふうに意味してたんですけど、新法は貸し担保責任を削除しまして、飼い主の、ね、善意無過失っていうのは別にあの要件になってないんですよね、担保責任追及のためにね。というわけで、ここのところはまあ没足って書いてありますね、まあ、今ちょっとそこは使えないんだという話に今なってますね。ちなみに買い主が 今新法の元では買い主が例えばそのなんかね、えー、通常の性能物がね目的物が通常の性能を有してないんだってことを知っている場合つまり悪意の場合は結局そういう瑕疵があるものを引き渡すっていうことが契約の内容になってたんだってそういう解釈がされるだけになるんですよねまあそういう,うその一定のね瑕疵があるようなものに関してまあ普通より相場より値段多分安い値段で普通売買されると思うんだけどまあそういうものを売買したっていう形でまあ契約が解釈されてでそれに適合しない 結果になっちゃったのかどうかって形で、まあ、見てねで、適合しなければ契約不適合責任が生ずるんだって形に、まあ、処理されることになってきますね。まあ、いずれにしろ、その飼い主側の,方の、ね、善意悪意というところが直接別に担保責任の追及の要件って形であの出てくることはありませんねさてで今度井の足ですね。 こちらはですすねね売買のの目的物物の方聞かれてますね物に関して種類と品質に関する契約内容の不適合があった場合その不適合の存在により再告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが,が,ことが明らかであるときは契約解除できるこれはまず1行目物に関する種類と品質の不適合でしょ。 というとう担保責任発生すすることになりますよねで担保責任のほら4つ目の効果で契約解除ってあるじゃないですかでそうすると債務不履行の契約解除の方を順用していくんですけどその時この2行目再告しても目的達成 達するのに足りる履行がされる目標がないときってのはこれも採獄しても意味がないことになるから無採獄解除ができるときなんだってことでね今日はあの契約解除のところであのやりましたけど無採獄解除の要件充足していることになると思うんですよまあですので契約解除することができるんだっていうのは正しい足になっていくんでしょうねまあしかも無採獄でねできるってことになりますよねここのところねで今度うなしですけども売買の目的物に種類品質に関する契約内容の不適合 やはり飼い主がそのことを理由に契約解除することができる場合ね、まあ、物に関してす類品質不適合だったら解除できますよねで飼い主が契約解除をするとともに売り主に対して損害賠償を請求することもできるこれはですねあの解説の方にある条文に加えてあの後で6法で皆さんね545条の4項を見ておいてほしいんですけどあの 債務不履行でね、契約解除した場合、545条の4項に、解除権の行使は損害賠償の請求を妨げないとなってるんですよ。なので、まあ、これを根拠にですね、あのまあ、契約解除の他に損害賠償請求ができるんだということになってきますね。解説に、ちょっと545条の4項がないんですけど、これもちょっと後でね、あの条文の方、皆さん6本の方をチェックしておいてください。う、まあの足、正しい足になりますね。で、今度、えの足とおの足がね、これ間違ってる足になるんですが、えの足。 飼い主がお主に対し目的物の種類品質に関する担保責任に基づいてね契約の解除・損害賠償を請求する場合物でね種類品質不適合だから担保責任追及できますよね解除・損害賠償もできますよねそういう場合飼い主は売買契約が成立した時から1年以内にこれをしなければいけないと。これあのさっきやりまましたけどあの、まあの 物の種類と品質の不適合ってあの外から見えにくいから期間、まあ、制限が、ねえー、あるという話しましたよねただ、えー、これ1年以内にあの不適合があることを、ね、あの通知するっていうあの義務があの課されてるということになってきますですのでそこのところとちょっとこう表現が違うのでこれはちょっと間違ってる足なのかなっていう感じがしますね。まあ、もう一回こう見ていくと、ね、売り主 に対して、目的物の種類、品質に関する担保責任に基づいてね。契約の解除損害賠償を請求する場合、飼い主は売買契約が成立した時から1年以内にこれをしなければまいけないんだってことになります。けど条文上は不適合を知った時からね。契約の時基準時じゃないしねその不適合をした時からま1年以内にそのね不適合があったことを通知するということをねすればいいわけでありますね。まこの契約成立した時からっていうのはすごくおかしいですよね。不適合をした時から。 1>, 1年以内に通知をすることが要求されているということになります。で今度おなしですね 中古の建物について強制競売建物だから物の不適合になりますよねで競売の事例になりますねで中古の建物について強制競売を行った場合建物の買い置き人はその建物の元の所有者に対し建物の種類品質に不適合があることを理由にこのね損害賠償請求できるとでさっき言った通りあり競売に関してはね物に関して種類品質これやっぱ外から見えにくいので競売のねやっぱ安定性確保のために不適合責任を追及できないんだ ですからまあ損害賠償請求できるってところがおかしいということねこれ競売の場合これ担保責任が適用されない場合になってますよね、えー、物に関して種類品質に不適合がある時はもう担保責任追及できませんのでねここはあの P22 って書いておいてあのさっき条文競売の条文説明してますのでね22ページのえー条文のところをあの見ておいてもらえればここを正解できるようになりますのでね、まあ、22ページを復習しておいてください さてじゃあ本日の最後の問題です、えー。300問目ですね、売り主の担保責任で300問目。で、えー、条文あ、この問題文を見ていくと、売り主の担保責任に関してね、正しいものを選んでくださいと。で、まず1番目の足ですけども。 他人のの土地売売買において売り主がその土地を取得して買い主に移転することができ、なないい場合ねね他人物売買でですね移転できないとその時契約の時に、売り主がその土地が事故に属してないことを知らなかった時は、要は善意の売り主の契約解除権のことを聞かれてるんですけど、これ、旧法ではね、善意の、他人物売買の善意の売り主、解除権あったんですけど、新法であのさっき亡くなったって話を、P12 p、私のレジュメのね、12ページ、P12 の,の一番下のブロックで説明してますから、ここにメモね、p 十二 の一番下って形でまあ書いておいてもらえればと思うんですけど、まあ、これ新法ではなくなってますのでこれバツってことになりますねまあ旧法下ではねこれ正しい足だったんでしょうけど、えー、新法下ではこれバツになってますそして今度2番目の足ですね、えー、売買の目的物である建物の一部が契約の時にすでにメスということでこれ物のね品質とかね、えー、この 種類品質とかね数量とかの不適合になってくるんだと思うんだけど物の一部が契約の時にすでに名出していた場合においてね、まあ、品質の不適合っていう,うに言うのが素直かもしれませんけどね仏の品質一部面質不適合において飼い主がその名質を知らなかった。 時はってここことととででれ善意だいいいうことを言いたいと思う言た思んですよ不適合に関して善意ね飼い主がその時は飼い主はその滅出していた部分の割合に応じて代金の減額を請求できるということになってますがあのまずねここちょっと読み方あの理論的に詰めていくと、えー、結論正しい足なんですが別にあの担保責任追及のために飼い主の善意って要求されてないって話しましたよね、えー、まずそこ一つ押さえておいてほしいんですよ。でそれとは別に えー、代金減額請求する時ってその元の契約がどういうものなのかっていうこと、えー、そこがまあ前提にですね代金の減額の額を、ね、決めていくことになるんですけどこの飼い主が滅失を知らなかったっていうことがどうあのそこに使われるかっていうと、えー、このちょっとメモしてたんですけど滅失なき物が契約の目的物になるということになるんですよね。名室なきが まあ契約の目的物ということになります。でも実際引き渡されたものがまあ名質一部名質していたってことになるから、やっぱその差額ね足らなかったところが代金減額請求のまあ対象になってくるということになりますね。でそういう目で見るとこの知らなかったときというのはちょっと異次あの意味出てくるんですよね。えー、別に条文上はこの飼い主の善意とか昔とかっていうのを従来のね法改正前の貸し担保責任みたいな形で要求はされてないんですけど、この飼い主が名質と知らなかったことによって でえー、結局、滅ッがないものが、ね、売買の目的にされてたと、でも実際、滅出していたからその足らなかったところが減額の対象になってくるんだと、一部メッシそのおところが減額の対象になってい、えー、くんだという形であの読むことができるので、まあ、知らなかったときは飼い主はその滅ッしていた部分の割合に応じて代金の減額を請求することができるんだということで、これが正しい足になってくるということですね。 ここはねあ,のあまり難しく考えないでほしいんですけど新法の方ではあの担保責任追及の要件として旧従来のね貸し担保責任みたいな形で飼い主の善意 無そういういのは要求されてないんですよその代わりその飼い主の善意とか無価質っていうのはその契約の内容を確定する時の考慮要素にはなってきますね。で今回一部面室を知らなかったっていう事情があるわけなんですけど飼い主が一部面室を知らなかったっていうのは、まあ、逆に言うとその一部面室がないものを、まあ、一定の値段でね売買したという売買するっていうのが契約の内容になってたでも実際には一部面室していたからそこのちょっと不足分のところが、まあ、生ずるわけなんですけど、まあ、そこを減額請求できるんだっていう形にはなってきますね。 形式的には、ね、にそれは担保責任追及のための要件にはなっていないんですけどその契約の内容を確定するとき、ね、契約の不適合があったかどうかということを判断する前提として契約の内容を確定するときにです、ね、この飼い主の、まあ、知ってた事情とか知らなかった事情そういうところがまあ考慮されるんだということで、ねまあ、そういうところをまあ抑えてい、ね、ってもらえればというふうに思います。さてて今度3番目なししですね判例によれば数量指示いた 土地の売買において数量が超過する場合、あのこれさっきね、あの2問前の足4にも出てるんですけど、あの数量超過の時にね、あの売り主の方から代金増額請求することはできないんだって話しましたけど、そういうことですね、でこれ、できるってなってるから、これ、ツの足になってますね、3番目の足ね、これは2問前の,あの足の4と同じです、まあ、ちょっとメモしておきましたけどね、2問前の足の4と一緒です。 で今度4番目なしですけども売買の目的物である土地のために損すると称した地役権が損しなかった場合これ権利の不適合があった場合になりますねでその場合飼い主の契約の解除は飼い主が事実を知った時から不適合を知った時から1年以内にしなければいけないってなってるけどあのさっきだと権利の不適合に関しては。 外からね、登記簿とかでもう分かりやすいから、外観上分かりやすい不適合なんですよね。まあ、そういうものに関して、えー、売り主の責任を、ね、そう簡単に免れさせるわけにはいかないだろうということで、期間制限ないんですよ、担保責任ね。えー、ですので、これ、1年以内にし、えー、このね、飼い主が事実をした時から、1年以内にしなければ、まあ、ならないんだっていうところね、ここのところがちょっとおかしいってことになりますね。たたださっっき言った通りあのベッド、ね、消滅事故 の方はまあ適用されますから、まあ、もちろんその不適合を知ったときから5年の、ね、主観的、起算点、事項、証明事項がかかってくるでしょうし、まあ、引き渡しのときから、ね、さらにまあこう10年、えー、別に客観的毀算点からの、ね、事項にもかかってくるんだって話になります。ただ、少なくても知、ね、ったときから1年以内にしなければいけないということにはなりませんのでね担保責任自体にはあのこの期間制限ありませんので、まあ、この足、ね、1年以内にしないといけないとなっているからこれ罰だということになりますね。 まあ一年以内というこういう制限はありません。まあ主観的三点だとしてもまあ五年以内。したてから五年ですからね消滅事項ね。まあいずれにしろこの足は間違っているということになりますね。 そして今度縦5。最後の足ですが、えー、競売の目的物である土地が留置権の目的でここに、ね、当てはめしないといけないんですね。これ競売のこと聞かれてますよね。通常の売買と違う扱いがされる競売のこと聞かれてますけど、その目的物である土地に留置権ついてるというのはこれ権利の不適合の場合なんですよ。ですので、あの担保責任の規定適用できるんですよね。で、さっきあの言った通りまあ、適用されるんだけど、あのできないことがありましたよね。損害賠償とか追加請求できない。でも逆に言うと契約解除とかあのこの？ 減額請求ね、えー、そこのところはまあできるんだという話をね、さっき、えー、22ページのところでまあやってますけどね、まあそこのところがあの分かってればですね、えー、まあ正解できるんじゃないか、まあこのね、解除することができないってなってるからこれ罰だということになりますね。実際の22ページ見てもらえれば分かる通り、えー、契約解除とね、代金減額請求、権利の不適合の場合はね、えー、契約解除と代金減額請求のおはできるんですよっていうのをさっき22ページで。 説明しておりますので、まこ、あ、このところねえ罰、ー、だということがわかるかと思いますね。さて、まあそんな感じでだいたいね。この改正法の大事なところはあのご説明したんです。けれども、まあ、まず、あの是非ね。効率のいい復習の仕方としては、あのこのね。私の基本知識のま確認。部分ま促、あ、進プト講座のまテキストの番抜粋ですけど、そこのところをよく読んでまずね。各自皆さん自分の六法の方をチェックしておいてもらってね。で、そこで頭に入れておいて。 えー、ある程度ね大事な条文が頭に入っていれば、まあ、いろいろ担当の実際問題っていろんな同じことを聞くんでもいろんな聞き方してくると思うんですけど、まあ、ちゃんと基本的なところをね条文チェックしてあの頭に入っていれば、まあ、その場の当てはめでね、まあ、なんとかこう,うまく正解できると思いますので、まあ、そういう形でまあやっていってもらえればと思いますねと同時には担当の過去問なんかどんどんまあ解いていってこの改正法対応してるやつね、えー、でやってもらいたいんですけど民法に関してはね、まあ、そこでまた出てきたあ条文なんかをまあ各自の6本のところチェックしていってでたまに読み返すと。でそうするとと、えー、試験とのまあ関係で、ね大事 なを効率よく復習することができますので、まあ、そういう形でこう、ね、力を確実にま積み上げていってほしいなというふうに思うんですよね。あとはあのおまけですけれどもこの過去問の後ろのところ、ねまあ、あの過去私の講座を取ってあの合格した方司法、まあ、試験の方と予備試験の方 の合格者の声ですとかあとまあ私の方で、ね、やってる講座、まあ、講師紹介がてら、ね、私のプロフィールというか、まあ、講師紹介がてらの最後のところ、ね、私が今回2020年合格目標で担当している講座なんかもありますのでいろいろなんかあ 自分の方でまでいろんなことを参考にね、勉強計画なんかをまあ立てていって、で、確実に、どんな手段でもいいと思います別に予備校の講座なんか取んなくてもまあいいしね、自分でできるんだったらまあ自分でもやっていけばいいと思うんですけど、ちゃんと担当とね、論文それぞれまあ自分のまあ作戦を立ててですね、確実にですね、前の方にに進んでいって、合格に近づいていってもらえればというふうに思いますね。そんな感じで今回ですね、民法,法のまあ改正法絡みのところで、ちょっと担当のえ方をね、ちょっと中心に基本知識の方を確認していきましたけども、今後ともね、ぜひ あの勉強を続けていってですね、まあ、合格をね必ずあの掴み取っていただければというふうに思いますね。じゃあ今回講義終わりにいたします。どうもお疲れ様でした。